皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。何なんだろうね、あのディレクター陣は。お、本番開始30秒前までずっとスタジオにいるからあのさ、もう30秒前なんだけどって、あーって言ったんだよ。逆にこっちが焦っちゃってね。こっちが焦ったよね。大丈夫ですか、番組始められますっていうぐらい。ピスタチオがマイクテスト始めたの8秒前で、もう俺じゃあーって言ったまんま応援入ってんだよね。入りました。何なんだろう、あの、しんたらかすごいのらりくらりしてましたね。してたよね。大丈夫ですかね、ちゃんとマイクチェックできてましたか。いや本当、広島県民の皆さんに届いてますか、私たちの声。20万人以上聞いてんだからねっていうことですよ。これすごいちっちゃかったりするかもしれない。たまにあるよね、なんか俺の声がちょっとオフってて、川村の声が立ってるとか、俺の声が立ってて川村の声がもうほぼ入ってませんラジコでね聞き直したりするとそういう時あるんですよ、ね、あるよね。 あ今日バランス悪いと思ったけど、あ絶対ピスタチオ。いや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 違うはずです。あいつマイクテストをおろそかにするからさじゃあ今日に限ってですよね今日は忙しかったんですよね、本番前。いや絶対暇ですよだってピスタチオが打ち合わせの時に熱弁したのは、はい、いつの間にだかアマゾンプライムって入らされてますよねっていうこのからくりを延々喋って、ねえあれさ、なんかアマゾンプライムってさ、全然入った、はい、自分が記憶がないのに入ってるよねってみんな、そうなんですよね、そうですそうです、私もそうです。だからピスタチオが、あいつなんかこれ語るじゃん。だからいやあれね、あの早割とか、あとなんかこう配送してもらう時に時間指定みたいなことをやった段階でどうやら入るみたいなんですよね、みたいな。いやそのぐらいのことだったら俺らもなんとなく分かってるんだけどみたいなことばっかりを語ってるうちに30秒になったんで。そうでしたね、うん、基本的にはアマゾンの話してましたね、はい、うん、で馬様がしたのは、はい、ああちょっとブルース・リーの映画って見てなかったですよねみたいな、ブルース・リーの話ね本当もう2人ともヌンチャクで叩き止めてるんだそうですよ、今日の映画がねブルース・リー主演ですから映画がコーナーね、ブルース・リーねどうやらやったことないんですよね、ブルース・リーねーっつってたけどさ、一人はヌンチャクの話ね、一人はアマゾンプライムの話、もう2人とも海外に飛ばしたいよねでもね、このお二人がいないと番組本当成立しないですし、電波も届きませんから。悲しいことだよねそんな排除したい人間の力を借りなきゃいけないこの物悲しさ物悲しいって言えばさ、はい、あんだけ昨日まで楽しみにしていた、ネットフリックス全裸監督2、はい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 、を、もう全て見てしまいました。いや物悲しい、すごい、もう半年ぐらい楽しみにしてたんで半年ぐらい楽しみにしすぎて1話で見てしまった一夜で。いやいや俺ねすごい悩んだの、はい、4話目だから8話あるのね、で大体1話が50分ぐらい、はい、だからちょうどあの日本のテレビドラマ、うん、1本分ぐらいと同じ長さなので、そうですよ、ね、でまあ CM とかないから、はい、だからボーンと1時間ぐらいあってさ、うん、で4話ぐらいは見たいと思ったの、はい、真ん中ぐらいまで、ええ、で週末に向けてあと4話撮っとこうみたいな、ええ、もしくは6話まで見て、あと7話と8話を残しとこう、はい、ってなんとなく思ってた、ええ、もう、ね、止まんなかった本当止まんなかったいやでも50分かける8ですよね結構かかりますよね。かかったね見始めたのがね、はい、夕方6時ぐらいから見始めて、で1話見終わったとこぐらいで晩飯食ったの、はい、で晩飯食ってそっからもう1話見たんだよ、でそっからウォーキング行ったんだよ。ほーちゃんとウォーキングもして、あたぼうよ、えらい、それはちょっとえらいですね。俺の1万3000歩は歩いてますから、しそ丸1万3000歩歩いてるよ和歌山に対抗意識でしょ、しそ丸今ね聞こえましたね和歌山の方からでそっからお風呂入って、はい、でじゃあって言って残り6話をガーッと見て、見終わった時はもう外明るかったです
もうじゃあ夜も明けるぐらい日本の夜明けぞって思った。全裸監督 見終わったら夜が明けてて、すごいんだぜ。あのさ、ストーリーに関わってくるからあんま言わないけど、はい、途中に渋谷のスクランブル交差点、東京のが何回か撮影現場で出てくるの、はい、全部偽物なんだよ。え、スクランブル交差点渋谷の、はい、が栃木に作られてるので、そこで全部エキストラなの。だから本当にスクランブル交差点でロケしてんだろうと思うの、はい、見てる方は、。だけど撮影日誌とかデータとか見ると、うん、はい、栃木のセットで、オープンセットでやってんの。よっぽどの、ね、規模と、すごいよ、人と、いりますよね。でそのスクランブル交差点は去年映画で公開された、はい、サイレント東京っていうさ、映画、はい、でも使われてて、だからあそこの栃木に今スクランブル交差点があるらしいの。だからみんなそこ使いたがるらしいの、はい、だから全裸監督もスクランブル交差点でいろんなことがあるんだけど、はい、全部栃木らしいんだよね。へー、いやすごい、すごいです ね。お金ありますね。でもね、だってうちなんかさ、このスタジオ作るとき、うん、扉がボロいからって全然防音ならなかったりとかして、で防音にするためにってなんかいい扉つけたら、はい、今度は室内が響くっていう。なんかカラオケボックスみたいに音が響きますねってなって、なんかね、いまだになんか上の方からコン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 っていう音がしたりしますもんね。するする。であとさ、このスタジオが場所によっては音の響きがするからって言って、はいはい、なんかこう品質検査みたいな、係の方が10人ぐらい来てずっと手叩いてたよね。コンコンスコッコンスンコンスコッコンって言いながら、もうなんかみんなそんなおいしいスコーンって言いながらみんなでいろんなとこでみたいなことしてないです。手叩いてたよね。全然してないです。まあでもね、全裸監督、そうですね、注目度高いですからね。そうだね、昨日見たって人も多いかもしれないですね。俺みたいな人多いと思うよ。いやー、でもそう、なんか一気に全部公開されるっていうのが珍しいですよね。大体こう1話ずつ1週分、うんうん、1週分って楽しみにしている人が見るっていうのが多いですけど、一気に全部公開っていうのが珍しいですね、うん、いやでもね、ネットフリックスはもう1話から最終話までドンっていくんだよね。だからそれがなんかテレビドラマと違うとこだよね。あ、でもそうですね、うん、見られますもんね。だってほら、イテオンクラスとかさ、ね、あと愛の不時着、カメラと一緒に見たけど、はい、あれもそうだったし、もうバーンってあったじゃん。確かに最後までありました、うん、だから自分のタイミングで見始められるってこと。そうなんそうなんで、自分のタイミングでやめられるし、はい、ある意味だからやめなくてもいいってこと。横山さんはやめなかったタイプの人ですね。確かにな、うん、でも食べ続けたで言うとですね、はあはあ、仲裁中本さんです。昨日午前様様ブログを拝見しました、うん、いよいよ来週から始まるスペシャルウィークの準備が着々と進んでいて、はい、横山さんと午前様様シスターズが11時台の特別企画燃えろチップスリーグに向けてのリハーサルを行っていました、うん、本番ではどんなバトルが展開されるのか楽しみです、はい、そして最終日に横山さんがパーソナリティを務められる特番横山裕二グッドソングジャンボリーのビジュアルデザインも拝見し、はい、まるで小林克也さんのベストヒット USA のようにかっこいいですね。はい、そうですね。はい、横山さんと平松恵里さんとのトークなど、はい、いろいろと楽しみにしています。そうだね。はい、昨日手島から横山さん、あの特番のいわゆるビジュアルデザインね、はい、タイトルデザインみたいなのがあのできたんで、はい、お送りしますって言って、はい、あれだったらまたあのツイッターとかで発表しなさいとかって、あ、分かったっつって、かっこいいって言ったら、まあ本当自分として考えたんですけど。あ、本当かっこいいのできたと思いますって、あ、本当、あ、じゃあ送って送ってっつって送ってもらったら、小林克也さんの番組のモロパクリだったって。もうここまでパクるかなみたいな。あ、そうですか。どう見てもベストヒット USA みたいに見えるのね。ちょっとネオンっぽい感じの。いいじゃないですか、無理二つ。オマージュです、オマージュ、オリジナリティゼロだったよね。基本でもね、午前様様の新しいビジュアルデザインもそうですけど、そうなんだよ、オマージュですからね、パクリだよね。正確にはね。でもそうですよ、食べ続けたプロ野球チップ、はい、いよいよ来週からのスペシャルウィークの企画、うん、ね、始まりますね、燃えろチップスリーグ。そうだね、昨日、はい、まあ、簡単に言うとオープン戦が行われたわけですよ。確かにあれオープン戦でしたね。あれオープン戦ですよ、講習会という名の、はい、で河村がいて、
で縁紙が来て、そうです、で中根が来て、はい、でルール説明ね、簡単に言うと、まあ、大会の趣旨とか、はい、大会はこういう風に開催しますよみたいな、はい、そうです、だからまあ多分来週選手先生どこから始まるうわ入場更新も、いやでもだとしたら月曜日ですからね、アニアさんとアマラさんコンビがすることになっちゃいます。アニアさんグランド一緒できんのかな今入場更新大丈夫です、息切れたりしないのかな、大丈夫、ウォーキングされてますから。あ、そうか、そうだよね、マトリックスみたいな格好でやってるよね、もう全身真っ黒そうですね、あれハエかなと思ったら、あ、アニアさんかってぐらい、もう全身真っ黒ね、河川敷をね、すごい目立ちますよ、ギャングみたいな格好でサングラスして歩いてんだよね今からの季節暑いかもしれないですねそうです、でそれで、はい、ようやく始まりますよってことになって、ルール説明受けたけど、いまいち分かんないんだ、分かんなかったです、で最初の段階では、そう、先にリスナーの方には緩やかに説明しときますけど、はい、広島カープのカードっていうのと対戦チームのカードがあるんですよ、はい、だから巨人とかヤクルトとか阪神とか中日とか DeNA のカードがあるじゃないですか、あります、で広島カープが何点取るかっていうことで、横山が3回広島カープとしてバッターボックスに入ります、はい、で川村は例えばまあ巨人なら巨人、はい、川村巨人のピッチャーをホイって出します、はい、で俺も無作為にトランプみたいにカード切って、そうです、じゃあ俺のカープのバッターはこの人、うんうん、って言うと、はい、その川村のピッチャー、はい、と横山のバッターの対戦成績を、御前様様、この優秀な審判員たちがそのデータを2020年、はい、去年のデータをバババって調べます、そうです、一瞬にして、一瞬にして、これ本当一瞬できるんですよ、すごいんですよ、たら、はい、その川村のチーム、まあ、巨人ね、はい、と横山のチームカープね、のこのピッチャーとバッターの対戦成績の2割去年の成績が2割以下だったらアウト、はい、そうです、4割未満、はい、2割以上、うん、だったらヒット、はい、いろんなヒットがあります、はい、で4割以上打ってたらホームランということにして、うん、そうです、河村が3人ピッチャーを出してくる、はい、横山が3人バッターを出してくる、そうで横山が何点取れたか、はい、で今度は裏と表を返しますことになって、はい、俺がピッチャー、で河村がバッター、はい、で3回また対戦して、で得点が多い方が勝ちっていう、はい、ゲームなんですよね、はい、もう緩やかにどころか、はい、ここまでですでに複雑っていうところが、みんな今のでもあれひょっとしたら来週企画だ俺かしらちょっと準備にね時間をかけすぎたかもしれませんね、うん、3年間っていうところでも、あとスタッフも俺たちがね、はい、じゃあピッチャーこの人ってこう引いてさ、はいはい、バッターもこうやってカードを切って、うん、よし引きますよこの人って瞬間にもううちのバカディレクターともがうわーっつって優秀って言われたりバカって言われたりも忙しいですけど、いやでもこれは盛り上がるんですよね私たちも昨日のオープン戦の段階ですごい楽しかったです、はいはい、楽しかったね、うん、ちょっとルールが複雑ですけどこれ分かっていただいたら、うん、きっと喜んでいただけるんじゃないかなと、ね、思うんです、で音もすごいこだわって作ってるから、はい、カーンとか、はい、わーとかどん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 とか、はい、いろんな音がすんの、だから野球版とかさ、野球のテレビゲームみたいにするから、 うちのそのスタッフ陣がついてこれないんだよ、はい、自分たちで企画して自分たちで作った音なのについてこれない、ね、忙しいんですよね、あたふたしてる、だからどっかで1個ミスが出た瞬間に全部が雪崩式に悪くなっていくっていうバージョンで、ちょっとねゆったりする時間があるかもしれないですそうなんだ、あの機械に故障がありましたみたいな言い方しますが、あれは人間が故障してるってことになるんですよね、いやでも本当楽しみです、すごい楽しみです、だってそのカードは本当さ、はい、リスナーの皆さんからいただいたプロ野球チップスについてた、俺たちが大切に貯めてたカードだから、そうです、そうです、思いは一緒ですよって感じだよねリスナーとね、そうです、リスナーさんからいただいたものがこうやって大きくなったわけですからね、はい、うん、ぜひね楽しんでいただけたらと思いますね、いやそうなんだよ、そうで、その企画でキーワードの発表があって、うん、そのキーワードを送っていただくとプレゼントが当たるっていう方式になってますから、はい、で昨日、はい、そのまあリハーサルが行われて、で俺たちがさ、はい、ラジオの企画ものでリハーサルすることってまずないじゃない、ないですね、で4人ね4人全員集まってさ、はい、でなんか中根は、うん、
これの何が面白いですかみたいな。え、そんな顔してたかな。淵上とかは、うん、なんかあれですよね、チームによって打率に偏りがありますみたいな。はい、そうですね、中日強いですよね、このデータで言うと、みたいなことを言い出したりとか。多分だから、ね、本当だ、ちょっとこれは消せませんねとか。中日はどこで当たるんですか、火曜日か水曜日なんだよって言った瞬間に川村がニヤッと笑ったりそうです、よかった、大きいんだよ、私関係ないんだみたいな顔し始めて、しましたしました。もうすでにリハーサルの段階で戦いはもう始まってる、始まってんだよね、切られてます。そうでみんなでさ、やいのやいの言って、こういう風に言った方がいいんじゃないですか、ああいう風に言った方がいいんじゃないですかつって、でここまで真剣な打ち合わせってめったにないぐらいの真剣な雰囲気なんだけど、やってることは、プロ野球カードで遊ぶっていうことだけなんだよね。まるで息抜きなんですけど。でも本当楽しみですね、来週がね。そうだね、早く来週になるといいな。ひょっとすると、うん、その3回俺がバッターとして打ちます、で川村が3回バッターとして打ちます、っていうことの一個一個にまあまあ時間がかかるんですよね。そうなんです。なので、とんでもなく時間がかかるかもしれないです。そんな気がしてます。3回ずつなのに15分20分ぐらい、普通に野球の1回分ぐらいかかるかもしれない。そうなんだ。で1回オープン戦してさ、はい、でタイムも測ってあったんだよね。あ、そうです。だプレイボールっていうところから、うん、ゲームセットっていうところまでを16分何秒かでやったんだよね。でそれは俺たちはさ、ルールのことが分かんないから、あんまり無駄口を叩かずやってんだよね。そうです。これこうでいいのかな、あそれでいいです、あそうへえとかって言いながら、であそこに本番になったらテンション上がるから、すごい無駄口が増えてくるわけじゃん。ちょっとフリートーク挟んだりするんですよね。フリートーク挟みますじゃん。絶対あります、あります。で絶対投げないとかね、あの巨人の星の一球え、お前一球投げるの何週かかってんだよみたいな。それいいな、ずっと選び続けて、どうしようかな、どうしようかなピッチャーとかって言いながらカードを切り続けるみたいなことされたら、ひょっとするとね、お昼生でいきます。このまま試合を延長して午前様様を続けますみたいな、そういうことになりかねないですよ。ありますかね。かもしくは、一部の地域を除いてこの放送は終了させていただきますっていう。それ一番ファンにとってつらい。大体そういう時っていい時なんですよね。いい時、本当にもうここ打ったら逆転とかいう時に残念ながらここで中継終了の時間がやってまいりましたっていう、ありえます。それは大体ね、俺は宮崎住んでたから、一部の地域を除いて放送を続けますって言われると、うちはね一部の地域だった。そう、そういう時大体自分がいるとこって、そう一部の地域なんだよ。一部の地域に入っちゃう物語さ。すげえ腹立つ。切ないですよね。あと、ほら広島カープなんかもさ、今でこそそのプロ野球のニュースが、ほとんどの球団をまあまあ均等にやってくれるじゃん。昔もね、パリーグは結果だけだったんだよ。はい。だからジャイアンツ戦をやっている、ええ、でじゃあ今日のプロ野球ですって言って、でジャイアンツの試合をガーンとやるの。はい。たら、あとのセリーグの試合をちょろちょろってやって、その他の試合の結果はご覧の通りです。それがパリーグだったの。でそこからパリーグにも人気選手がいっぱい出てくるようになって、で、あセリーグとパリーグの人気があんまり変わんなくなったよってなった状況で、セリーグの首位とパリーグの首位の試合はがっつりやりますみたいな、うん、だけどじゃあ逆にセリーグとパリーグの残り2試合がその他の試合みたいな言い方されてたの、はい、その途中に、カープだけがその他っていう時があったんだよね。その他の結果はご覧の通りでした時に、いつもカープ結果しか出ないよねって映像出ないよねって思う時があったよね。やっぱでも試合の内容見たいですもんね。でもそう考えると今の時代はね、ちゃんとやってくれるので、そうですね、ありがたいかもしれない、ね、そうだね。だからまあ万が一伸びた場合は、まあ、石橋とか、あとは田口とか、まああの辺の出番がちょっと減りますけど、ね、お昼なは、こういう風に言ったら絶対出られるってキーワードがあるんですよ。お昼なのディレクターがもう大好物みたいなキャスティングがあるんですよ、この名前言ったら絶対出してもらいますって、アーサー・ビナードですって言ったらね、もう絶対入れるスタジオに。もうどんな状況でも入れるんですよ。そう、あいつらバカだからアーサー・ビナード何でもいいと思ってるから。そんなことない。すいません、アーサー・ビナードです、あどうぞスタジオに、もうすぐ入ってください、すぐ入ってくださいってすぐ言うの。バカだから言いません言いません、
ちゃんといろいろ考えてキャスティングされてます。そんなこと言ったら本当一生入れてもらえなくなります。多分、ね、世界で一番の偉人をアーサー・ビーナードだと思ってた。いっぱいいます。いっぱいいる中の一人です、アーサーさんも。そんなこと言ったら本当出禁になりますよ。お昼な大丈夫、この情報はお昼な関係者から聞いたから。ヨガさん入り方が一個だけあります。まだここにも受付でアーサー・ビーナード来てますからすぐディレクター向かい来ますからつって横山さんが待ってればいいんですよつってまたここにもスパイがいるわけですね。でもスパイで言うと、はい、昨日ね、はいはいはい、女性ディレクターのスパイから、はい、私たちの御前様チームのディレクターたちが遊んでいたというタレコミが横山さんの元に入ったっていうオープニングの話ありましたけど、はい、ちょっと私も心当たりがあったので、なるほどなるほど、まあ、放送終了後、うん、その女性ディレクターのところに行ってみました。俺がちょっとヒント与えすぎたからね。いやそうなんですね、はいはい、ちょピンときちゃった、うん、でもしかしてスパイの方ですかって聞いてみたストレートしたら、はっ何のことですか、全くもって何にも動じずに答えられちゃって、はい、あれ違ったかなと思って、うん、だからもう全然誰かちょっと改めて考えてみるとわかんなくなっちゃう。優秀ですからね。そうなんです、全く私が思ってた人とやっぱ違ったかもしれない。口固いですよみんな。そして結束も固いですからね。何のことでしょうみたいな。たまーにそのスパイたちを連れて、はい、うなぎの小谷に行ってくる。買収してる、買収。そこで会合ミーティングが行われるの。ちょっと羨ましいな。スパイミーティングが行われるの。うなぎの小谷でスパイミーティング。いいですね。絶妙のチョイスでしょ。間違いないです。はい、うちからも近いですし。いいですね。みんなそこでギュッとで一塊になれるんですよ。なるほど、小谷行くぞみたいな。土曜の牛の日以外にもスパイミーティング行われてるんですね。なるほど、だからちょっと改めて私探します。そうだね、スパイは一体誰なのか。今度からも、はい、あのどこからの出どころの情報なのかとか、俺ほんと口ジャックしておると。俺自身が固くなに言わない。そうですね、はい、それがいいと思う。じゃないとそのスパイたちの迷惑をかけるかもしれないし、そのそいつがいることでみんながあここで喋ると横山さんに漏れるよみたいなムードになるのも良くないじゃん。そうですよね。ちょっとねそのディレクター間での亀裂をね引き起こす可能性がありますから。いやうちにね猪っていうやつがいます。はい、猪さんで、うん、その猪がね、うん、昔番組の打ち合わせを某所でしていた時に、たまたまその俺に番組内容を説明してる時にね、俺のすぐ近くにカツラをかぶった方っていうのがいたんですよ。でそのカツラをかぶった方がいらっしゃるときに、その猪っていうディレクターがね、はい、俺に、豊川さん、今回の企画は、商品をズラ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 って並べますって言ったの。でそのズラ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 っていう時の手、説明するときにズラ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 って並べますって言ったその手がその人の頭の方向向いてたの。でズラ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 って言った瞬間にパッとそこを見てはぁって言ったの。もうはぁって言わなかったらよかったので、はぁって言ってすいませんって言って、ですね、なんて説明すればいいんだろうって言ったのね。ダメです。ダメだよね、絶対ダメです。それはもう、はい、だからあいつもスパイだったけどあいつは切りました。小谷会からあーダメだ、使えないと思ったの。あと昔言ったけど、はい、うちのテレビの番組の AD の男の子がいて、でその子がね、はい、俺らが取材でずっと定期的にお世話になってたそのロケ地があって、はい、でそこのロケ地のトップの方が明らかにカツラの方だった、はい、だから俺たちはその方の名字を呼んでたんだけど、陰ではずっとカツラ先生カツラ先生って言ってたの。陰でね、陰で、陰でじゃないですか。そこまで陰で本当の名前があるけど桂先生桂先生って言ってた、はいはい、その AD がバカだからその先生をロケの時呼ぶ時にすいません、じゃあ準備できましたんで桂先生桂先生こちらお願いします桂先生、いや何とかですけど、いや桂先生こちらお願いします、で桂、説明させていただきます、桂先生がどうのこうのって横山さんがこうもうみんなもう全くガン無視ガン無視。それはもう横山さんたちが一番悪い。影でそういうこと呼ぶのが一番ダメです。え、影ですか、影ですか。そこははっきりさせてもらう。影です、影。
もういないところでこうやって言うのが一回心臓が口から出たのを戻したもん手で戻したもんそうです、ね、そういうことになっちゃう。でも悪気がない、その本人には悪気がないっていうのが、ね、全くないの。どんどんみんながさ、その曖昧な返事になってくるからどんどん明確にしゃべり始める。桂先生がここにスタンバイをしていただいて、横山さんが隣です。で、桂先生と横山さん、もうお前さ注意もできないです悪気なくめちゃくちゃ鋭利な刃物ですよね。ザックザックさせていくのすげえんだよ。ほんとね、なんかちょっとボタンのね、あの掛け違いがあったらそういうことになっちゃうんで、ね、本当にそう、カツラの跳ね具合が違うっていう感じ。それは知りませんけど。いやいや、だからね、はい、そいつもスパイから切りました。ダメだと思う。意外と激戦ですね。そうなんです、入れ替わり激しいんですね。優秀な人材のみが残れます情報機関、はい、そうですね。なので川村も、はい、壁に耳あり障子に目あり、受付には朝見などって言ってましたね。それ全然関係ないです。さあさあ、今日も皆さんと共にバカ話をしながらお送りする、はい、6月最後の金曜日、はい、午前様様、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は香港の伝説的アクションスターブルース・リーのハリウッド進出作で世界中にカンフーブームを巻き起こした傑作アクション、1973年、今から50年ほど前になります、うん、アメリカ香港合作映画燃えよドラゴンのご紹介です。どうだったですか、燃えドラゴン。かっこよかったです。ほとんどアクションシーンそれだけかっこよかったです。あの裸でした上半身裸でしたね。ほぼほぼブルース・リーさんの作品を拝見したことがなく、はいはい、お恥ずかしながら初見だったんですけど、うん、考えるな感じろっていう Don't think feel っていう名言だけ知ってて、で出てきた時に、うん、これが元ネタってなったんです。だから、まあ、ある意味北の国からだったらやるなら今しかねみたいな言葉よそう、それが、うん、それ的な言葉がここに出てきて、うん、で大体なんか考えるな感じろって、うん、あまりにも名言として私の中で残ってるので、もうラスボスと戦ってます、うんうん、でもめちゃくちゃ戦ってもう倒れそうっていう時に、うん、Don't think fear ぐらいかと思ってた。そしたら結構映画の序盤で、うん、Don't think fear みたいな感じで出てきて、あ、こんなにあっさり出てくるんだっていうところがまず心に残りました。そうだね、はい、だから金八先生見てたらいきなりクラーって言われたみたいな、あ、こんな意外と早く怒るんだみたいなこれが残ってるんだ名言として、金八気短みたいな気の短さとかではないですけどこう意外っていう、うん、ちょっとした意外性もそこの部分では感じました。いやでもブルース・リー映画を見たことがある29歳、はい、女性ってなかなかもういないと思うから貴重ですよ。いや本当にありがとうございます。って考えてみたら50年ぐらい前の映画だったんだなと思って、うんうん、俺が小学生だったからね。あ、だからブルース・リーブームが来た時はもう日本はブルース・リー、はい、そのもう亡くなった後なんだよね。若くしてね、亡くなられたんですもん ね、うん、ね、でも本当に名作として今でも語り継がれてますもんね。はい、はい、今日の映画音楽コーナーはブルース・リー主演の映画燃えよドラゴンについてご紹介します。はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議です。今週は2回目の話というテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様金曜日では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の午前様会議のテーマ2回目の話にちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。悩みに悩んだんですけど、はい、2回目の話、まあ昨日ねほら全裸監督2を見たから、ああ1から2だから、なるほど、2回目で全裸監督、そうか村西さん何気に俺仲良しだからなとかと思って、うん、村西徹さん
で実は俺の今もうすぐ公開する準備してる愚か者のブルースに薬剤役で出るはずだったんだよ。でもう OK ももらってて、はい、ただ撮影スケジュールが合わなかったの。おでギリギリまで粘ってなんとかスケジュール調整したけどダメだったの、はい、だからそこの役を凌介がやってる。意外ですね、はい、意外な配役。凌介がやってる。それもそれで凌介むっちゃうまい。むっちゃうまい。だってもうねちょっとそれっぽく見えてしまいますもんね。あんなに優しい方なのに。そうなんだ。怒った。見た目あんな怖そうなのに優しいですよね。すごい優しい方で、ね、柔らかい方です。で全裸監督しようかなと思ったけど、はい、いやいやいや、でもみんな見てないからさまだと思って、うんうん、で考えた時に、俺が会社入ってもともとは今こうやってバラエティやってますけど、はい、スポーツアナウンサーで入社したので、入社7年目まではスポーツを喋っていました、はい、なので、巨人戦とかも喋ってたし、もっと言えばだから J リーグ、元年の、サンフレッチェ広島対ジェフ市原っていう、はい、サンフレッチェの歴史の一番最初の試合、キックオフとか俺が実況してたりとか、はい、あと風間彩弘さん日本人初ゴール、俺だったりとかするので、はい、だからすごいそのスポーツと共に歩ませていただいた7年間を過ごしてます、うん、はい、でその時に、入社して1年目4月に入社して、10月にはもう実況してます。ほー、半年後。半年後には、へー、なかなか今じゃ絶対ないですよね。多分俺22歳で会社入ってるので、3月29日生まれの、で入社1年目10月に入社したっていうのは、この間もその話になったんだけど、いまだに日本のアナウンサー最年少のプロ野球の実況記録じゃないのかなって言われてる。うーん、そうですね。 RCC って言ったらちょうど使用社員の期間が解けたぐらいですもんね、うん、そうだよ ね、 ね、そうだね、10月1日だもんね、切れるのね。そうです、ようやく本配属になって、よろしくお願いしますって言って、はい、さあ改めてスタートですねっていうぐらいの時期ですもんね。10月ね13日へえ、はい、でそれが初めての実況1回目、はい、で1回目の実況の時に解説が高橋聡さん、去年お亡くなりになったけど、で聡さんだったの、はい、でね、分かんないからさ、ピッチャー足が上がって第1球を投げました、ストライクワンナッシング、今日の解説は高橋聡さんです、高橋さんよろしくお願いします、佐藤さん、今日の先発立ち上がりいかがですかって言ったら、いや1球じゃ分かんないよ。投球2球目、足がかって第2球を投げた、ストライク2ナッシング、今日の解説は高橋聡さんです、高橋さん、先発ピッチャーの立ち上がりいかがですか、いや2球でも分かんないってって言われて、面白いそれ、ずっとそれ。でも優しく答えてくださった。慌てすぎだよって言われて、でもね、そうなりますよね。たしなめられて、たしなめられて1試合目喋った、はいはい、で2回目はちょっとドンと構えとこうと思って、ほうほうほうと思って、自分でもだいぶ意識しました、落ち着けよ小山、そうですね、前回の反省を踏まえて、はい、考えるな、感じろ、ブルースリー燃えよドラゴン、燃えろ横山と、はいはい、よし上半身裸でやるよって必要な、ヌンチャクをマイクに変えてとかって思いながら喋ったんですけど、はい、俺の中ではすごい冷静に喋れたと思っていたにもかかわらず、はい、2回目の実況を終えた時に先輩方からすごい言われたこと、それはどんなことでしょうかってなるんです。はい、ものすごい平凡なキャッチャーに近いファールフライでも、うん、はい、ホームランのように喋る。あ、そうだね、上野貴弘さん、いや、あ、嘘ばっかしゃべってたから、いや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 、横ちゃん間違っても命は取られないからって言われて、まあまあまあね、うん、確かにそれはそうですけど、上野さんだって打った打球はレフト、いやいやセンター、いやいやライトかと思って、今日は風が強いって言ってたから、もう 100% 嘘なんだ。すごい強い、どんだけ、千葉マリンスタジアムでもそんなことないよっていうぐらいの風、ものすごい台風ですね。打った打球はサード、いやいやショート、いやいやセカンド、いやいやファーストが掴んだ、自らキャンパスを踏んで、あ、今日はグラウンドが荒れてますねっつって、河川敷河川敷っていうぐらい雑だった。そんなことないです。2回目の実況の横山さんは、はい、ちょっとこう資料とかを自分でつけたりしながら実況をしようと思って、うん、でこう書きながら喋ったりとかしてたんですけど、そのペンの音が入ってた、うん、あ、たまにありません、実況中とかにヒット打ったら、うん、スコアの色を変えるために、うん、黒から赤にするときにカチッっていう色を変える音が入るときってありますよね。それを横見さん自らこうやってた。あるね、あのさ、カチッって昔日本放送が、はい、広島市民球場の放送席で、辰川光雄さん、だ住光雄さん、ダブル光雄解説のやってて、はい、ちょっと面白そうだなと思って、で俺ずっと後ろで見てたの、はい、だから
ディレクターがものすごい資料を渡すの。ほうほうほう。もう目に見えたものどんどん渡していくの。実況に、はい、ヒントとして、はい、だから満月が見えた瞬間にアンパンマンとか出すの。本当になんかネタとしてだからキャッチャー西山とかさ、だからあ、そうか、アンパンマン西山満月とかでさあこの回はいいスタートになるかもしれませんよみたいな話が始まるのよ。なるほど。でああいうの RC 全然しないからさ、はい、ああいうのやってとかって言って、うん、だからなんかジャムおじさんとかなんかそんなのやっぱそう分かりにくいカールおじさんってね、いやおじさんのことをその時まだカード出していくんじゃないから、ないと思い借り物競争とかじゃないからもうでも横山さんならできそうな気もしないでもない気が散るわもうとかって思って巡り巡ってなんとかなんとかそこに持っていくっていう、おじさんを出していくんじゃないんだよ、なんか見たことを言うんだよとかって思う。その間打席終わってそうですよねでもそうじゃないと、じゃない、ラジオ実況だからといって、はい、映らないから、うん、T シャツで実況するのをやめなさい。ああ、ヒーローインタビューじゃないと思ってたのに、うん、ある日ヒーローインタビューだってことが分かってジーパンに T シャツでヒーローインタビューしたことがあります。あ、実際に着替えなかったんです。実際持ってないんですよ。球場行ってから気づいたの。ええー、俺っつって。いやでもそういうのありそうですよね。いざ行ってみてこの仕事が自分だったんだっていうの。びっくり。裸足だもんだって。裸足。ローファー履いて裸足だもん。ラフですね。本当こんな格好ですいませんですねそれは。その時のヒーローインタビューとかブラウン監督だったりとか。うわあの時代。そうですか。はい、逆に、うん、解説の方に。全く話を振らずに、もう回の最後だけ話を聞く。あ、大下剛さん、大下剛さん、大下剛さんは機嫌が悪くなって、もう2回から一言も喋らずに9回が終わったってことだ。すごい。でも本当ね、カープに頑張ってほしいっていうね、うん、思い強かったんでしょうね、多分。お前とはもう話にならんとかつって、もう2回から一言も喋んない。だったらもう帰ればいいのにっていう。ずっといるんだけどみたいな。人間模様がね、いろいろ実況席の中でもあるたまにあるよ、テレビとかでもね、はい、若手のアナウンサー喋ってる時にくだらないこと聞いて機嫌悪くしてあれ解説言葉数少なくなったよねっていうのと、何喋ってもそれよりもって言われて返されるっていう一番実況アナウンサーが恐れるやつ。そうですね、プロ目線で見るとね、そういうのいろいろありそうな気しますよね。あ、まあそれもそうですけども、ちょっと違うこと、全然違うこと喋られる。そうですね。さあさあ、はい、私横山ですけども、はい、プロ野球の中継をするためのスポーツアナウンサーとして実は入社しております、はい、うん、なので入社7年間はスポーツアナウンサーをやっておりました。で一番最初の実況は落ち着きがない、その結果を早く求めすぎるという注意を受けたので、はい、2回目はどっしり構えてやろうと実況をやりましたが、はい、後からいろんな人からやいのやいの言われました。なんと一番言われたんでしょうかが今日の問題です。はい、さあ皆さんからの予想をお待ちしています。はい。すべてのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前@rcc.net、アルファベット小文字で、gozen@rcc.net です。応募の締め切りは、この後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから、金曜朝の人笑い、あやなぞかけかけかけ。もう39分だけど慌てずゆっくりかけていいよ。今週の午前様会議のテーマが2回目の話ということで、付き合う前、2回目のデートでいい雰囲気、雰囲気とかけまして、負傷者発見と解きます。その心は脈あり。普通です普通だから、いやいや一番それがいい、うんうん、ね、うん、普通。今日も元気に面白く、横山英二と川村アナの2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。40分天気予報。このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さて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 、広島市中区元町上空ですけども、うっすらと雲に覆われてはいますけども、おおむね青空ベースですねという朝を迎えてますけども、はい、今日はこの後どうなるか、そして週末のお天気はどうでしょうか。音富士さん、
はい、おはようございます。おはようございます。今日はどっち側に触れます？今日は晴れ側には触れると思います。はいはいはい、はい、梅雨の中休みが今日までとなりそうです。はい、今日は湿った空気が流れ込むので晴れたり曇ったりで昨日よりは雲が出やすくなります。南部では薄日や晴れ間もありそうですが北部は雲も多めとなります。はい、寒気の影響もまだ残っているので昼頃から北部ではにわか雨降るところがありそうです。はい、特に美北は夕方雷にも気をつけてください。はい、ただ気温は28度ぐらいまで上がって今日までは日差しが出てカラッとした暑さとなりそうです。はい、洗濯物も今日のうちにある程度済ませておくのが良さそうです。はい、というのも明日以降梅雨空が戻ってきます。はい、土曜日明日は一日曇り空です。うん、日中弱い雨が降りそうですし夜は広い範囲で雨が降る見込みです。俺明日夜福山でイベントなんですけど横撃、はい、福山の方がより夜は降りやすいかと思います。雨具をお持ちください。男子が持ってきて。じゃあ自分で持ってきて、傘持ってきて、駅で買ってください。ビーチパラソルビーチパラソルそんなに大きい必要ない。そうか、降るのか明日の夜。はい、その後日曜日、梅雨前線も北へ上がってくるので雨が降ったりやんだりのどんよりとした空模様となります。はい、週明け月曜日にかけて雨足が強まる可能性ある分日差しがしばらく少なくなりそうです。はい、今日までの日差しを有効に活用してください。はい、暑さはしばらく続きそうですか？そうですね、雨が降ると若干下がりますがそれでも25度前後なので、うん、だいぶジメッとするこう梅雨らしい空気になってきそうです。うん、もうこのシーズンだけど熱中症対策とかしっかりした方がいいですよね。うん、そうですね、雨降った時もこう湿度が多いのでね熱中症日差しに関係なく取るようにしてください。 あと台風が週末広島は避けそうだけど来てるけど、はい、あれは梅雨前線に影響あるのかな？そうですね、それが月曜日多少北上してこう活発になる可能性があるので、はい、また最新の情報を月曜日で確認しておくようにしてください。はい、わかりました。今何か目立った警報や注意報は？はい、現在雷注意報が全域に発表されています。今日までの日差しを有効に活用してください。お父さんも雷落とされないように気をつけてくださいね。へそ隠しておきたいと思います。うわ、デベソありがとうございました。ありがとうございました。おとぐじさん天気でした。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日は三好市立木佐小学校の皆さんで、6年生斉田亜美さんの作文です。タイトルは6年生になって頑張りたいこと。6年生になって頑張りたいこと。木佐小学校6年斉田亜美。私は木佐小学校の最高学年になりました。5年生の終わりには児童会の役員にもなり張り切ってスタートしました。1年間で頑張りたいことは場に応じて挨拶をすることです。選挙の公約にもしました。相手の顔を見て立ち止まって元気に挨拶をすることを頑張りたいです。次に苦手なことでも諦めずにチャレンジすることです。苦手なことから逃げて楽な方ばかり進むと後で困るからです。私は人前で話をすることがあまり好きではありません。人前で発表する力をつけたいと思います。自分の考えを持っていても発表ができないことがたくさんありました。だから緊張せずにみんなに伝わるように発表することをチャレンジしていきたいと思います。それから授業中のノート作りを頑張りたいです。学習したことを見返すことのできるノート作りは中学校に行っても役に立つと思います。ただ黒板の字を写すのではなく自分なりにまとめ方を工夫していきたいと思います。小学校を卒業する頃に達成できたと言えるように意識して生活していこうと思います。わあ、優秀ですね、亜美さん。大人だなと思いながら、ね、はい、作文聞かせていただきました。場に応じて挨拶をするっていう、もう RCC の社員全員に聞かせたいですね。木佐小学校6年生斉田亜美ちゃんはできてんですよ、うんうん、そうですね、あなたたちは場に応じたところから挨拶ができましょうとかあと亜美ちゃんはどうやら選挙出たらしいじゃないですかね。言ってましたよ ね自動化入るのに。そうそうそう、やっぱもうすぐね衆議院議員選挙待っててをするから、ああ
もう本当全ての公約者に言いたい人でした、うん、アミちゃんみたいにしなさいっつってそうですね、必要な要素が全部この作文の中に詰まってましたね。世の中の真羅万象が全部こうアミちゃんの作文に、素晴らしかったです。はい、大人たちをも刺激する内容の濃い作文だったんじゃないかなと思います、うん、今週は三好市立木佐小学校の皆さんで、今日は6年生の斉田亜美さん、6年生になって頑張りたいことをお送りしました。来週も学校は変わりません。月曜日は6年生の岡田楓さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。秋生まれのおばちゃんさんです。はい、昨日某100円ショップに立ち寄ってみると、うん、レジが全部セルフレジになっていました、はい、一瞬ついにここもセルフレジになったのとびっくりしましたが、うん、やはりコロナ禍の影響もあるんだろうなとも思いました、はい、セルフレジがどんどん広まると、そのうち近い将来対面のレジはもうなくなるのかもしれませんね、うん、今後新しい次世代の機械や近未来化したものが次々に現れるのかと思うと、昭和生まれのおばちゃんは果たしてついていけるのだろうかと不安が募っています、うん、昨日その話をザ・横山由依所のディレクターのメガマック森下としてて、ああ AI に全部その人間の職業を奪われつつありますよねつって、横山さんそろそろアナウンサーもそうですよ、いや本当に俺逃げ切るからねニュースです。午前様様、河村さん、はい、やっぱね歌とか歌うべきなんだよね。え、横山モデの方がね、横山さんスコーン買ってきましたって、スコーンスコーン美味しいスコーン、はい、そこからほら、しかもおしゃれなカフェのじゃないですか。いやそれがさ、29歳の男の子だったの。おで中根 T シャツを、あらスーパーコンピューター中根 T シャツを着てて、うんうんうん、でジーンズハーフ丈みたいなのを着てて、はい、で、うん、ナイキのスニーカー履いてて、あらららら、で髪の毛もちょっと立てて、メッシュしてて、すっごいおしゃれで、こんなおしゃれな子がラジオ聞いてんのって言って、うん、って言ったら親が車でバリシャキを聞いてたんだって、はあはあ、で一緒に聞くようになって、でそこから午前さんもハマりましたっつって、で親何歳って29歳の男の子に聞いたら、うん、54ですって、俺と同い年だ。ああじゃあもうね、へえ、お子さんぐらいの年齢、そうなんか子供からもらったみたいな、ごめんなスコーンっていうの、まあ今お堀で泳いでますそうですね、うん、中根さん T シャツ、はい、一周泳いでから上がってこいよっつって言ったから、今多分相当腕上がんなくなってるんじゃないかと思うんで、あれちょっと親心、ワクチン接種したかなってぐらい腕が上がんなくなって、ほんとね、人によって違いますからね、あれもね気をつけていきたいですけどね、はいはい、93キロのプッコラさんです。はい、昨晩は今年上半期最後の満月ストロベリームーンでしたね。はい、こちら愛媛でも薄雲はかかっておりましたが、なんとか見られました、うん、そして明日は福山の横劇で上映されるのが、はい、奥田瑛二さん主演の水月、はい、お月様つながりな話題になりましたが、明日また横山さんにお会いできますこと、そして自分からは見ないかもしれない横山さんセレクトの映画、とても楽しみにしています。はい、まあ多分広島にお住まいの方で水月を見ましたっていう方は、まあ、そんないないと思うの で少なくとも俺もスクリーンで見たことがないので、はいはい、めちゃくちゃ楽しみ。そうですね、はい、スクリーンで見られるっていうところが違いますよ ね大迫力です。で音が違うんだよね、ザーンって音がね、確かに浴びるような音だからね。断崖絶壁のシーンとかも結構いっぱい出てきますもんね。チャン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 、待て待て、ドゥン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 、てててっつって、それ以上来るな、それ以上、ああっあった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 、自分で落ちんのって、そんなコントみたいなことはない。でも月見たって人いっぱいいる。はい、キタッチからも、昨夜の満月は雲に霞んでいてあまり見えなかったですけれども、はい、オレンジ色のまん丸なお月さんでしたね。うーん、まあただ昨日は横山さん全裸監督があったので、まあ見られたんですが、どうですかね、僕もネットフリックスのコンテンツが良すぎて時間が足りないのです。全裸監督楽しそうですね、今日も楽しい放送よろしくお願いします。本当ね、もうね、リスナーさんにもね、
伝わるぐらいの全裸監督の楽しみ具合、ね、うん俺んとこは、まあ、曲がりなりにもテレビ局だった話だよねそうですよ本当にいやでもさあんまり言ってたらテレビ局ってワウワウの CM やるからね、まあ、裏番組だからねと思って確かにだから本当さ RCC のテレビのさ営業とかって、はい、あの TSS とかさホームテレビとかヒロテレに持って行ってみりゃいいんだよ、うん、ワウワウ OK だったらうちの番宣もいいしょとかつってうん、うん、考えてみたら、まあ、同じことではありますよね一緒だよと思って、うん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 、U-NEXT とかもだってやってたわけじゃん裏ですよって話だもんあれ U-NEXT の CM はね、はい、ちょっと前まで太田さんされてましたからねそう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 すごいもう保身金感を持って見てました、うん、そうだね、はい、俺は保身感を見てみてU-NEXT の CM やりだしたからあんまり他のところ言わなくなってたと思ってそれはだっていろいろやっぱ大人の事情があるんじゃないですか太田さんブラックミラー見てますからねはい、うちの在横山署のディレクターメガマック森下にもブラックミラー見ろっつって今二人でああこれ太田さんおすすめなんだよっつって、見てけど面白いねうーんもうねすごいテレビっ子そうですねもう夢中いろいろありますからね今本当に、うん、幅広い猫耳親父今朝4時前に起きて家を出て空を見上げると少し雲がかかっていましたが赤みがかったまん丸な月が出ていましたねストロベリームーンだったんですね横山さん見られましたかそれとも全裸監督2に夢中になられていてそれどころじゃなかったでしょうか今日も運転しながら聞かせていただきますということ多分ちょうど横山さんが全裸監督2を見終わったぐらいに、うん、そのストロベリームーンが綺麗に見れたのかもしれないですね、うん、でもね俺がウォーキングしてる時も、はい、もう完璧な満月へえ。綺麗だったで、うっすらとそれこそおぼろ月夜みたいになってっけど、あ、おつだねみたいな感じがして、でもほら前回の満月もでかかったじゃん。はいはい。だけど今回の満月の方がちょっと小ぶりかなっていう感じがあったけど、はい、輪郭線とかすごいはっきり出てたから、あ、綺麗綺麗とかって思いながら、ね、ちょうど太田川放水路のところの河川敷を歩きながら、はい、ずっと左手にずっと行きは満月が見えて、で帰りでは右手に行きは左手、はい、帰りは右手に見えますよみたいな感じで。いいですね、はい、月さんのパワーもらえますよねもらえるあと今、うん、ほら若葉が茂ってるから草の匂いとか若葉の香りが河川敷がすごいするのそうですねむっちゃ気持ちいいのちょっと水をね温めたような、はい、梅雨っぽい匂いですよね、うんうんうん、ぼやんとしているママさんです、はい、何年ぶりかに番組を拝聴していますということで働きに出だして全然聞けなかったんですけど今日小学校が運動会で休みを取ったので聞かせていただいています5月の末に運動会の予定だったのですが延期になって今日になりました、はい、運動会ではなく表現運動発表会ということになりダンスや組体操のみの発表となります、うん、昨日初回公演で今日がオーラスです、うん、というのも昨日今日と午後から低学年中学年高学年の演技を入れ替え制で、はい、それぞれの競技をするというものです、うん、観覧の保護者も住む地区で2つに分け昨日今日と入れ替え制です、はい、また子どもたちは他の学年が発表するときは教室のテレビで中継を見るんだそうです、うん、私は今日なので高学年の発表時間に合わせて行ってきます、うん、このご時世なので組まない組体操をするそうです組まない組体操そう組まない体操組まない体操組まない体操なん縄跳びとかですかでも組体操じゃないじゃないもんねお扇でも手ね握りますもんねそうだねピラミッドとかもだって接触するもん ね, 接触ね近いですよね組まない組体操だ正面から見たら組んでるように見えるけど本当は組んでないとかってあチューチュートレイみたいなことですかあんなことじゃないのパンパン千手観音みたいな状況確かに連なってるだけですよそうですよね前後だったらね前後並べば距離感あんま見えないですよね、うんうん、正面から見たら、ね、でも正面からじゃないとね良さ伝わらないかもしれない横から見たらあれ何してわかんない重なってんだけどみんなって思うんだろうね何ですかねへえ運動会でも大変だね、なんか人気コンサートのチケットみたいだねそうですねだけどあれなんだよ昨日それこそイベンターの方と、はい、あの俺が横山万博を去年やろうとしてたけど、コロナで飛んじゃったじゃない、アナウンサー生活30周年でライブやりましょうっつって、で完売してさ、で意気揚々としてたけどコロナでできなくて、まあ延期したけどまたダメでってなったけど、はい、来年やりますかとかっていう話になって、で会場を抑えた方がいいですよそろそろって言って、で3月4月ぐらいで、はい、俺が
来年の3月で55歳になるから、55横山祭りみたいなのでやらないですかってなって、あいいかもっつって、じゃあ3月か4月であるホールなんだけど、大ホール1200人ぐらい入るの、で、まあ、感染対策のために1個ずつ1個ずつ開けると600、700ぐらい入るから、で前回横劇もそのぐらいだったから、抑えますって言われて、抑えてくださいっつって言って、おたら横川さん、3月もいっぱいでしたって言われて、うわもうそうなんだねっつって、で一応4月で今のとこ抑えてもらいましょうって言って、はい、やる予定にしたんだけど、まあ10ヶ月後の予定とかがぐわーっても詰まってたりするけど、うん、それが今で言うとさ、今ほら中止になってるコンサートとかいっぱいあるじゃない、はい、だからそれもだから1年ぐらい前からずっとやってたのが飛ぶんだよね、みんな、そうですね、はい、しかも飛ぶのは直前になって飛ぶわけですもんね、はいはいはい、だから今本当オリンピックの開会式のチケット持ってるような人たちそんな気分だよきっと、本当にそうですね、来月頭ぐらいに抽選がね、うん、あるわけですもんね、でもあるのは来月の半ばだからね、いやそうです、あの時期にいや実はちょっともう外れたんですよって言われたも、うん、会社チケットやあまたったからっつってすごい自慢したしでも休み取ったしホテルも取ってるし、別に今から行っても会社はもうみんなが笑うだけだしなとかちょっとねってなるよ ね肩身狭くなっちゃいますよね、なっちゃうよね、当たったらまだいいですけどね、だってあの当たった時の高揚感、うん、半端なかったですよ、うん、もう今はちょっとこれあれ持ってることが外れくじみたいな厄介だもん引き受けちゃったなみたいな気分になってるけど ねそうですよね、うん、だけど運動会じゃ、はい、今日あれだね、あのオリンピック男子 100m お日本代表が決まる、はい、そうですね、日本選手権が大阪で行われますよ、山形出ますよ、はい、ね、決勝ね、すごいよ、山形桐生が出るでしょう、うん、そうそう、ただ小池、はい、サニブラ、うん、サニブラハッキーが出るからねなんでそこだけちょっと訳すんですかもうビッグネームたちですよね、ケンブリッジアスカも出るからね、ケンブリッジアスカ選手は敗退したんだよね、そうです、多分敗退をしてしまって、リオデジャネイロ代表だったんだけどね、うん、ねー、でもケンブリッジアスカ、やっぱアスカダメかでもそれぞれね調子持っていくって難しいんでしょうね、うん、ねー、じゃあケンブリッジチャゲの方が来るってこといや、どっちチャゲ&アスカさんではない、え、アスカはダメだからチャゲ来るんでしょ決勝は、いやまあチャゲさん来てもサングラス走りにくいんじゃないですか一人だけタモリさんみたいに走ってんだけどなんでってなるあれチャゲさんだよね、走りにくいと思いますよ、そうかな、はい、ケンブリッジチャゲ本当怒られますよラジオネームみつままさんです、はい、土曜日は父の一周忌です、おなので今日は県をまたいで広島に帰ろうと思っています、うん、法要後は身内だけで会食をします、はい、ちょっと後ろめたい気もするのですが、うん、少人数で短時間アクリル板も使って会話はなるべく少なくマスクもしてできる限りの予防はしていこうと思っています、うん、早く何も気にせず思いっきりおしゃべりをしながらの食事ができるようになるといいですね、うん、そうだね、うん、だけどあの一番嫌なことはこうやってさ当たり前のことをしてるのにでそんなに他の人の目を気にしなくていいはずなのに、はい、申し訳ないけれどとか思っちゃうのが、うん、県をまたいでとかって、っていうのとか会話をなるべくしないようにするからまあこういうのがありますけどまあ勘弁しなさいよみたいな、誰に対して勘弁か分かんないみたいな、うん、いいよいいよって思うんだよ全然、うん、この間淵上もさあのこの週末まあ、あの感染対策すごい十分にしてでちょっと広島駅まで行ったんですけど、いやお前ロケ行ってんじゃないか普通にってまあなんかねかプライベートでどっか行くのを、はいはい、未だにやっぱ悪いことってそうね捉まえるじゃない、はい、だけどそんなことないんだって言って、うん、ね当たり前にね、うん、感染対策はしてるわけですからね、うん、みんなそうなんですよ、なんかちょっとこうすると自分がそれを取り繕うというか、そう自分が予防線張ってから喋り出すのいや俺ちょっとはまあまああれじゃん、ほら明日横劇あるからさ、だから福山行かなきゃいけない、まああれもほら映画館の方がさやっぱどうしてもみたいな感じになるじゃない、まあまあね、って言うけど本当は自分がやりたいみたいなとこあるじゃん予防性はんなきゃいけないんだよって思っちゃうから、そうなんですね、本当に、ね、私たちだけじゃなくて、うん、もう本当一般の人たちがそうなってますからねそれはそれはと思いますけど ね福山のバンカーさんです、はい、緊急事態宣言が明けて私の勤める金融機関も
勤務体制がほぼいつも通りに戻りました、はい、先週まではお昼に1時間下ろしていたシャッターも今週は午後3時まで開けっぱなし、うん、2班体制にして減らしていた人員もいつも通りになって、はい、少し活気が戻ってきたように思います、うん、あとは飲み会ができる状態になる日が来ることを待ちわびています。そうだね、うん、俺銀行にお勤めの方が大変なことは重々分かってるんですよ。はい、あの昔付き合ってた彼女が宮崎銀行だったので、だからもうお金が合わないとか帳場がどうとかみたいなので、はい、まだ帰ってないのっていうことをすごい経験してるので、だから分かってはいるけど、にしても3時に閉まって早いよねそうなんですよ、行こうと思ったら、うん、ああ4時とか思う。あのさ、時たまこれあんま言うとよくないかもしれないけど、タクシーの乗務員さんを募集するときに経験は問いませんとかって、だから来てくださいみたいなのがあったりするじゃん、はい、だからお客さん側からするといや怖いわそれは怖いわ、だからお客さん目線が抜けてる CM があったりするのがあるじゃん。なるほど。と同じように銀行とかがさ、うん、はい、銀行員側からすると3時に終わってますけど、本当の業務が終わるのは8時とか9時とかもう下手したら10時とかなんですよ、とかってなるけど、はい、お客さん目線からすると早い、うん、もう今時3時店閉めてなんだよ、お前長崎のバターケーキかお前午前中で売り切れました、まあ、それはしょうがない、もう、そうですね、原料があるからね、はい、みたいな、はいはい、あとすごい人気のうどん屋さんとか、はいはい、もう出汁がなくなりました、まあ、しょうがないそれはもう限界があるからと思うけど、銀行の3時はお客さん側からすると早い、いつまでそんなことやってると思うじゃんそれはちょっとわかりますね、うん、だから一般のサービスと明らかに違うんだよね、ね、いろいろあるのは分かるんですけどね、分かんの分かんの、そう、本当に重々承知なんですけど本当完全に何も考えたら利用者目線からするとどうしてもそう思っちゃう、いやおかしいだろ3時ってと思うもんそんな仕事あるっつって他にもいっぱいあるのは分かるんですけどねさあこの時間になりますと、はいはい、御前様クイズの答え発表の時間ですが、うん、その前におさらいです。今週の御前様会議のテーマ2回目の話から、今日は金曜日なので横山さんが問題を出しました。はい、こう見えても、スポーツアナウンサーとして会社に入社したので、はい、入社して7年間は野球の実況とかサッカーの実況とかをやっておりました、はい、うん、で1回目の実況が、入社した1989年、はい、平成元年4月2日に RC の社員になりましたけど、その年の10月13日が初めての実況、はい、なので、会社で半年経ったぐらいの時でも、うん、そうですね、普通に実況してました。ちょうどそのぐらいですね、はい、で下手くそだったけどうまかったなと思うすごい下手なんだけど、うん、まあ会社入って半年であのぐらい喋ってたらもう十分でしょって今考えても思う。だからよく頑張ってたねと思うし、あと自分がつけてる資料とか見ると、よくやってたねこんなこととかって思うぐらい頑張ってたよねとかって思うんですけど、で1回目はね、解説が高橋聡さん、もう亡くなりになったけど聡さんに、試合が始まりました、ピッチャーが1球目投げました、ピッチャーが1球を投げた、ストライクワンナッシング、先発は足立っていうピッチャーでした。アンダースロー、サイドスローみたいな、ちょっと変則型の、足立もプロ初登板で、俺もプロ初登板だったんで、うん、すごい覚えてるんですけど、で足立が1球目ストライク投げて、今日の解説は高橋聡さんですけども、聡さん、立ち上がりいかがですか足立っつったら、1球じゃわからないですよね、投球は2球目足が第1球を投げた、ストライク2ダッシング、今日の解説は高橋聡さんです。高橋さん、足立の立ち上がりが、いや2球でもわからないっつってそこまで来ると3球目でも振ってほしい、もうコントみたいな、ずっとそうなの、もう落語かコントかですよね。ピッチャーはこのバッターに対する攻めってどうですか、うん、いやだから一球投げただけじゃ分かんないじゃんって、もうそれ延々続くの、それがここから組み立てていくのっていうねで、あ、ちょっと浮き足立ってたなと思うので、はい、2回目の実況の時に、自分は地に足をつけてやろう、うん、と決めました、なので目に見えることとかしっかり喋ろうと思ったんですけど、俺の中ではいや2回目だったらもう100点満点中8000点ぐらいでしょぐらいすごい自己評価高いみんなの、はあ、多分予想を80倍ぐらい超えてるぐらいそんなに超えてきましたか、すごかった、あの時が一番うまかったぐらい
それから7年間やったけど。2回目ね。あれがピークだったぐらい、俺は上手かったと思ってたの。だけど終わった後みんながすごいいろいろ言われて、全員がバカなんだと思ってたけど、本当聞く耳を持たない奴らだと思って。受け入れなさい。で、すごいいろんな人が言われたけど、ほとんどの人がそれを言ったっていうことが、それを言ってどんなことでしょうかっていうのが。周りの人の意見は一致してたんですね。してた。さあ、それではリスナーさんからのメールご紹介していきましょう、はい、ラジオネームラムネの母さんです。はい。どっしり構えすぎて、爽やかじゃない、新人らしくないと言われてしまったのではないでしょうか。ああ、新人らしかったですよ。多分新人類っぽかったと思いますピッチャー足掛けで球を投げた、空振りくるっと回ってバレリーナワンナッシングとかって言ってたからね。本当に言ってたんだからね。それは何リアルに何度もお母さんの口から聞いたことありますけどそれは確かに。だからそういうやつがいてもいいじゃんと思ったの。うん。だから俺は RCC の実況当時よ、本当若かったけど、で何にも分かんなかったけど、全員が同じに聞こえたの。はあ、はあ。で当時 TBS では世界の松下ですって松下さんが喋ってたの。松下健二さんが、はい、ですごいそれが面白くって、全然他の人と違うリズムでやるの。あ、俺 RCC でこんな人になろうとかって思って、でなんか変わったことしようとかって思って、はい、いろんなことやったけど全部否定されてて普通にやれ、普通にやれ、黒子になれ、黒子になれって言われて、はいはいはい、主役は選手だって言われてまあそうですよね、確かに確かに。続いてですけど、はい、じゃあ、ね、涙ガンジス川さんです。はい。奈良県からいただきました。おお。どっしりと構えすぎた横山さん、ホームランが出ても球場の歓声を聞かせようとホームインするまで一言も喋らなかった。ああ、でもそれはちょっと野心的でいいよね。うん、なんか見せようとしてますよね、演出的な意図を感じます、うんうん、あのこのヒット曲をもう何千回も歌ったベテラン歌手の歌い方みたいな、溜めるねみたいなやつそうですね、ご本人もちょっと飽きてるんだろう。この間松山千春さんのライブ映像、長い夜っていうのを見てたの、はあはあ、だからテレレレレンテンテンテレレレレンテンテンテレレレンテレレレンテンテンテン恋にって、もうおっせ入るの揺れる心一つって言うけど、もうちょっと一番終わったぐらいに始めたんじゃないってぐらい遅いの、ためるねみたいな。もう歌いすぎてね、そりゃそうもなると思います。アレンジしすぎたみたいな感じだったけど、はいはいはい、うん、ええ、まあその音声を聞かせようと思うと遅れるよね、ふんふん、カンわーってなんだか、もう入って一塁回って二塁回って入ったねみたいなそれもね、それで楽しいですよねいろいろあって確かにいいと思います、はいはい、ラジオネーム箱根のおそばさんです。はい。落ち着きを見せようとあえてベンチの動きを伝えすぎてしまって先輩方に注意をされたのではないでしょうか。ああ、惜しい。おお、そんな感じ。はあ、はあははあ、惜しいですか。うん、惜しい。でもそうだね、うん、それ大事なんだよね、ベンチの動きで。簡単に言うとさ、野球を実況が作るんだよね、うん、だからあ、ちょっとここ盛り上がってないなと思ったら、レフトフライでもちょっと大きいようなイメージで喋ったりするんだよ、やっぱ。あ、まあ、試合の流れによっては、うん、なんか、うん、そうなんです。あ、試合死んじゃったなっていう時あるじゃん。ああ、た時に、あ、これ普通のレフトフライ、ショートとレフトの間ぐらいだけど、ちょっと俺がちょっと勘違いして大きかったことにしようとか。打った時、レフトで、レフト、レフト、ああ、レフトとショートの間って言ってましたみたいな。ちょっと盛り上げたりとかするのね。そうですよね、はい、やっぱね、皆さんに楽しんでほしいっていう思いもどうしてもあったりしますもんね、うん、そうするとなんか接戦になると、はい、ベンチの動きを喋るっていうことが、うん、そのいわゆる聞いてくださっている方の予想を、はい、誰出てくるのかなとかっていうのを楽しんでもらうのはできるんだよね。確かにそうですね。ベンチ動きましたよって、うん、笹岡監督が右足を上に置いてたところから左足に足を変えます、氷の微笑ですみたいなしません、そんなこと。そういうの、はい、いや、そう、氷の微笑とかも全く。あと若手の選手がマウンドから降りてきて、うん、ピッチャー交代みたいですね、はいはい、ベンチで汗拭いて、まあ、そこに横山コーチ壁ドンみたいな見たことない、壁ドン来ましたよ選手映画、見たことない、見てくださいこの像キラキラしてますねみたいな、え、全然ラブロマンスとかって言いながらいや、かきたてすぎです想像力を。でも
もテレビとは違って、ええ、ラジオってやっぱその実況アナウンサーの目がどこに向いてるかで、うんうん、もう全てを想像ねさせたりとかっていうのはあると思うので、はい、テレビより実況アナウンサーの力っていうのは結構大きい気がしますね、うん、この間ヒロテレの長野が久々にテレビの中継やってたけど、すごいカープが勝ってたやつだったね。で林がすごいって今日は林シャオーって言ってたけど、多分スタッフ全員笑ってんだろうなと思ってこいついつまでもバカだなっていうでも長野さんね実況されるの久々だったんでしょ、ね、久々に見たな、ね、今日は林シャオーってショータイムって、おそれ午前様で俺が言うギャグと一緒じゃねえかよって思いながらしかもなんかちょっとジョン・カビラさん入ってませんかバカだからね、いや力がね入られたのかもしれませんね久々に。続いてプクプクパパさんです。はいはい、今日のクイズの答え、横山さんが2回目の実況で先輩方に言われてしまったこと、それは、はい、全投球に振りかぶったをつけて喋っていたのではないでしょうか。まあそうだね、リズムとしてってことですね。はいはいはい、うん、まあ俺言っちゃなんですけど、今のスポーツアナウンサーの方々の文句を言う気は一言もないですけど、はい、俺野球部ですからね、うん、あと県大会決勝あと1試合勝ったら甲子園っていうとこの野球特待生なので、うんうん、野球の知識はあるんですよ、あと体感しているもの、はい、だから今の実況の方のことをとやかく言う気はないですけど、うん、あのデータばっかり喋る人とか、あの裏ネタばっかり喋ってて、あれワイドショーですかみたいなことの実況の方とかいっぱい、ま、あの今カメラが浮かんでる人ですよね。いや全然誰も浮かべません、うん、あと、途中で数字が分からなくなる人とかあこれリスナーがみんな思ってる時そば実況の自慢どなたか分かります。来週スペシャルウィークの俺たちのゲームの実況もしてくれるってあれね、数字が分かんなくなる人とか、あとは、まあ、今日胴上げがあるとしても、まあ、何にも準備してないんですよ。それはあのこの歓喜の瞬間に自分からどんな言葉が出てくるのか、うん、自分自身が一番楽しみにしてます、はい、って言って臨んだけど一言も声が出てこなかったっていうそういうアナウンサーとかいろんな人たちが、いやそれもやっぱ心の動きだと私は思います、大したこと全然言えないお前なんかどんなことが出てきたのってびっくりするくらい何も出てこなくていやそれはだってね、ずっとそれだけねカープを応援されて寄り添って生きてこられたわけですからそれはそうもなりますと思います、はあ、いろんな人たちがいるけど今すみません全員出てきた気がしますどうしよう、ほぼ全員出てきてしまった、ね、あとまあ初めて 2,3 年目 4,5 年目だけどあれ意外もう伸び止まったっていう人とかいっぱいいるじゃないですか。てかお前最初から伸びないゴム製のものじゃなかったんだなお前、布製っていうやつがいたりとかそんなことないです、素材はこれからいくらでも変わります。そう、頭を抱えるのやめてもらっていいですか自分が嫌だ、自分が嫌になる、俺の例えが的確すぎてすぐ浮かんでしまう自分が嫌だろでもね、そうですね、はい、横山さんも野球部ということでね、そうなんだから、ある意味、ね、あのものすごい一番分かってはいるはずなのよ、うん、ビニールサイニール、はい、だけどまあ俺は高校までしかやってないからプロとはもう全然違うから、だから土俵が違う、土台が違う、けどベーシックにはあの小学校中学校高校とがっつりやってるから、ある程度のところまでは、うん、他のアナウンサーの人たちよりも体感的なことがあるとは思うよと、温度的なもの、そうですね、はい、分かるものが違うかもしれませんね、うん、ラジオネーム永遠の二十歳さんです、はい、これ最後ですが、野球以外のことを喋りすぎだよと言われてしまったんじゃないでしょうか。うん、そうだね、この間その自分がつけてた資料を、はい、うわー出てきたと思って、1994、95、96っていうのが出てきてて、96年の5月で終わってんの資料が、はい、なんでかっていうと6月からおはようクジラが始まってんの、それでスポーツからだなんか撤退することの俺は、はい、スポーツアナウンサーで亡くなりましたよってなって、はい、あこの日で終わったんだとかっていうのを見てたんだけど、まあビニリサイニリいろんなこと書いてて、はい、あスポーツアナウンサー時代って本当に真面目に放送に取り組んでたし、もっと奥があるもっと奥があるとかって、もっと上手くならなきゃとかいろんなことを、でも学校の先生みたいに資料つけなきゃいけないよね、生徒のテストの答えの丸付けを家でやってる先生みたいな感じなの、はい、うん、いやだから、ね、まあいろんなことがあるよスポーツは。今の実況アナウンサーの先輩方の資料の付け方とか見てても、うん、人それぞれありますけど、はい、すっごい細かいなって、ベーシックには
何にも変わってないからね。だからいくらその日刊スポーツがスポニチとかからデータが出てくるのよ、はい、今は例えば河村がバッターの時に、はい、ランナーワンアウトランナー二塁三塁で河村バッターピッチャー横山の時の打率とかってパッと出てくるのよ、データベースから、はい、でもそれはただのデータなのよ、うん、過去のことなの。これはもう今の戦いは生きてるから違うのよ、だけど一応こういうデータが出てますよってみたいなことなんだけど、それはデータが出る前に自分が頭の中入れとかなきゃいけないのよ。河村はこのランナー二塁三塁の時ピッチャー横山の時は強いんだよ、うん、っていうことが分かってたら、やばいピンチってことが分かるわけじゃん、はい、それを誘うのがスポーツアナウンサーなんだよね。だから後付けっていうのは全部間違いなの、実況で言うと、うん、これは俺たち先輩から習ったの、試合を作っていく読んでいくっていうことがあの仕事で、結果論をずっと語り続けるものじゃないっつって、はい、うん、で今は結果論になってんだよね、実況の人たちがね。まあね、データが本当世の中に、ね、データがものすごく出てるから。いや、そりゃそうですよ、ね。だからみんな知ったげなの、うん。で、ファンも知ったげになったの。まあね、そのデータ自体私たちが見られるようにもなってしまったので、うん、それもまたね、一つ一因かもしれませんね。うん、さあ、それでは正解の発表です、はい。横山さんは2回目の野球実況の時に先輩方に何と言われたでしょうか。うん。ね、お前は土のことばっか喋るなって言われた。土、はい、いや、グラウンドの土ですか。グラウンド、土のことばっか喋んな。はあ、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 そんなにあります、土の動き。ね、はい、放送始まったんですよね、で広島と、まあ広島対ヤクルトとしましょうか、広島対ヤクルト、26回戦ですとかって、はい、で現在広島市民球場には、強い西日が差しています、はあ、西日が差しているグラウンドは、明るい土色をしていますけれども、西日が差して、ね、影のところは、深い土色になってますね。そして今、試合開始前に、グランドキーパーが、ね、はい、グランドに水をまいてますけども、水をまいているところは濃い茶色の色をしていて、水をまいていないところはまだライトな感じの茶色い色をしていますね。でも分かりやすい。ということで解説は高橋さんです。よろしくお願いします。グランドに、今、真っさらなグラウンドに先発ピッチャーがいて、まだ一されていないグラウンドに、今先発ピッチャーが足を、ね、はい、取りましたね。はははは、あ、今真っさらなグラウンドにスパイクで土を蹴ってちょっと足場を鳴らしましたねとか、なるほど、みたいな、お前土ばっかりバッターボックスあるのも、今真っさらな右バッターボックスにバッターが土を鳴らして右バッターボックスにもうお前土ばっかりみたいな、土いじりで鼻足、なるほど、でもすっごく想像しやすいですけどね、分かりやすって思ったけど、確かに考えてみたいらないんで、そんな土の情報は土情報、俺なんか映像みたいに言いたかったのそうですね、野菜かね、花を植え替える時ぐらいしか土の状況はもう気にならない、園芸番組並みに土の話題言うってなるほど、土の色ばっかりって言われて、地に足をつけすぎたということですね地面のことばっかり考えちゃったということで正解は、はい、やたらと土の話をしてしまうということを指摘されたのということでした。ズバリ合いもあるとこない、なし、わかりました、はい、じゃあちょっと対象を広げさせていただきます、うんうんうん、今日は全ての方を対象といたします、はい、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、今日は3人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございまし ました。スポーツ一直線、川村がね、はあ、さっきの横山さんのクイズの答えがちょっとなんかスポーツアナウンサーの皆さんがなんかザラッとするような感じのコメントの中に私が入ったからすごい迷惑ですって言ったから、お前が誘導したんだろうって、いいえ全く誘導してないです下手なバスガイドみたいな誘導の仕方しやがって、自動運転でした、誘導しようと思ったらあれっていう、とりあえず事故が起こったことだけはしょうがないです全然しょうがなくないいやいやだけど、はい、まあ、広島カープの話もあったりとかしますけど、今日はおよそ1ヶ月後に始まります東京オリンピックの代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権が大阪市で開幕したので、はい、男子 100m、日本記録を持つ山縣亮太を筆頭に桐生祥秀らが順当に準決勝を突破して今日の決勝に進んでいますということで、はい、花形種目の男子 100m には、今月6日に9秒95をマークした山形をはじめ9秒台の自己記録を持つ4人が出場し、3枚のオリンピックの切符をめぐる争いは史上最高レベルとなりました。で、昨夜行われた準決勝では山形桐生のほか多田修平、小池祐貴、それにサニブラウン・ハキーム
も決勝進出を決めました、はい、一方リオデジャネイロオリンピック代表のケンブリッジアスカは敗退、うん、男子 100m 決勝は今夜8時半から行われます、はい、ということです。決勝は夜なんですよね、うん、いやワクワクします。考えただけでちょっとドキドキするし、こんな戦いないですよね。しかもかかってるのがオリンピックの切符。俺さ、はい、本当に落ち着いてスタートを迎えないとレディーってもうこんなさってこうパッっていうもうパンと同時じゃん、はい、でそれがもう一瞬でも早く動いた瞬間にパッパッってなって、もうこの今までの頑張りが全て水泡に帰すんだよね。そうですね。た時でも落ち着きすぎてレディーパッよし、でももうもうダメ、オリンピックから漏れてます。漏れたよ、もう漏れました。漏れたよね、漏れました今。あれさ、もう心臓がいくつでも、心臓が何国もあったら逆に体内が重たくなるから走れなくなるし、もう大変だよ。もう究極 そのレディーからパンって生からどうというか、はいはいはい、だなと思います。でその瞬間に言ってみれば、うん、結構決まりますよね。もうあそこだよね、はい、だからまあ後半がどうとかのがあるけど、にしてもその 9.95 が10になるとかの 0.05 ぐらいはそこだよねと思うから、結局記録が出るかどうかもそこだよって思うのをみんなが分かってる状況でやるわけじゃん。いやもう俺吐くレディーだろ、ちょっと待って本当もうレディーの時点でドキドキが止まらない。レディーって聞くだけでちょっと今ドキドキしましたもん。ジェントルマンですけどそっちじゃないですよ、私はレディーですみたいな。あどっちかな、どっちかなみたいな。いやいや、でもちょっと、うん、あの見ものだなと思うし、こんなにワクワクするんだな。でこれがの頂点がオリンピックだからねと思うと、はい、いい形でできればいいし、はいはい、素敵な時間がこれから7月にずっと8月に向けて過ごせればいいなと思います、はい、映画音楽コーナー。このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせをしました。今週も横山裕二と川村彩乃の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。では蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位燃えよデブゴン東京ミッション、9位クレヨンしんちゃん激突落書キングダムとほぼ4人の勇者、8位三角窓の外側は夜通常版、7位ハードキル、6位罪の声、5位ドクターデスの遺産ブラックファイル、4位スタンドバイミードラえもん2、3位新解釈三国志、2位約束のネバーランド、そして今週の第1位は樹海村ということで、以上蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さあそれでは今週はブルースリーの燃えよドラゴンですけども、詳しくは11時台。午前様様、さあラジオカーの登場ですけども、今日は林美由紀ですが、どこにいるでしょうか。林ちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。この時間は広島市安佐北区口田南にありますリライフ日光が手掛けるフルリノベーション物件、フローレンス口田南2番館にお邪魔しています、はいはい、いや早速なんですけども、お話お伺いしたいと思います。リライフ日光の神原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや神原さん、リライフ日光って日光ホームさんのグループ会社ということでいいんですかね。はい、リライフ日光は日光ホームのグループ会社で、リフォームやリノベーションを専門に行っております。いやなるほど。いや早速なんですけども、こちらの物件について教えてください。はい、こちらのフローレンス口田南2番館は中古マンションを弊社で買い取らせていただきまして、全室洋室にフルリノベーションした物件になります、うん、給湯器以外は全て新品です、うん、自社で買い取りした物件のため販売までワンストップで行えますし、仲介手数料も無料です、はい、また貸し保険に加入しているので、ローン控除や住まい給付金など各種補助金も受けられます、はい、立地については JR 芸備線秋矢口駅まで徒歩8分の駅近物件になります、はい、秋矢口駅は広島駅まで3駅でとてもアクセスがいいのが特徴です。いやー立地も便利そうですよね。今扉の前にいるんですけども、早速お部屋を覗かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ぜひお願いいたします。ではまずは玄関から失礼します。よいしょ、うわーちょっと
新築のいい匂いがしますよ。本当に入り口からすごくおしゃれですね。ありがとうございます。まず玄関なんですけれども、うん、アンティーク調のドアをリビングのところに設置しています。はい、はいはい、ガラスもチェック柄で可愛いですよね。はい、可愛い。玄関は帰ってから最初に見える大切な場所なのでとてもこだわっているところです。いや次なんですけども、じゃあリビングに入りたいと思いますけど、うわ広い、すっごく開放的ですよ。ありがとうございます。リビングは 14.5 畳の広々とした空間にリノベーションをしています。はい、この大きな窓のおかげでお部屋がすごく明るいんです、うんうん、また見通しのいい対面キッチンになっているのでお子様やご家族の様子を確認しながらお料理ができるのもポイントです。はい、いや小さいお子様がいらっしゃるとキッチンからの見通しがいいのは助かりますよね。そうですね、ご家族でお話をしながら料理をするのも楽しいですね、うん、またキッチンにはガラストップの三つ口コンロを搭載しているのでお料理をされる方も効率的で、うん、かつお掃除も楽ちんです、はい、あと食洗機もついています。いやまさに主婦の味方ですね。あともう一つこだわりポイントがありまして、はいはい、とても開放的なリビングなんですけども、うん、こちらのパーテーションを閉めることで、はいはい、およそ 4.5 畳のお部屋を作ることができるので、はい、お子様の成長や生活スタイルに合わせてお部屋をコーディネートすることができます。いやこれが中古マンションだったとは驚きです。はい、ぜひ皆様には実際にお部屋を見ていただきたいです。はい、いやそれでは神原さん最後に一言お願いします。はい、こちらなんですけれどもフルローンでも 4万5000円かからないお得な物件です。はい、ローンもお気軽にご相談いただけたらと思いますので、はい、ぜひご見学にお越しください。はい、ありがとうございます。詳細はリライフ日光のホームページや YouTube でもご紹介しております。神原さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらからは以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで林美宇ですけど、はい、一言メモ、今週から不定期でラジオカーの運行がスタートしましたが、はい、前回に続き2回目の登場となります。久々に、他のメンバーの声が聞きたかったというスタジオを含めリスナーの皆さんの気持ちはしっかりと私は感じています。いやいやいやそんなことないですよ。林さんのね声を聞くだけで久々って今思いました。戻ってきて2回目の出演の私ですが、はい、仲良くしてください。いやもちろんです。すごいなんか臆病になってしまってる。お前ばっかり出てきちゃんって思われてると思ってね。うわそんなことないですよ。うんね、ちょっとだけしか思ってないですよ。ちょっとも思ってません。嬉しいです。ラジオからは林美宇でした。ラジオネームヘイカールさんです。はい、昨日は仕事が早く終わって日が長くなっていることもあり明るいうちに帰宅をしました。はい、もうちょっとで家に着くときに部活帰りの近所の女の子が、前に会ったのは5年前の小学生の時だったので声をかけてみました。うん、おかえり、何年生になったん？と聞いてみると、中3です、今年受験なんですよ、との返事。うん、小学生の頃は友達みたいにタメ口で話していたのに敬語になっていたのでちょっと距離を感じて寂しくなってしまいました。あ、自分も同じだけ年を取ったんだなと実感しました。なんですかね、その小学校の時はタメ口だったのに、うん、5年ぶりに話しかけてみたら敬語だった。そう、今年受験なんですよ、うん、どんだけ幼稚ない小学生と同級生みたいだったニュースです。この目線。中国新聞ニュースです。今年の国土交通白書がまとまりました。白書によりますと、新型コロナウイルス感染症などで経営が悪化した公共交通の衰退が進めば、病院やコンビニなどの利用者の減少に拍車がかかり、地域の生活必需サービスの維持が難しくなると強調しました。公共交通の安定経営など、地域の持続可能性を確保する対策が必要としています。白書は、路線バスなど地域の公共交通の現状について、新型コロナなどの影響で経営の厳しさが増しているとした上で、人口減少と相まって必要な公共交通がなくなれば、病院やコンビニなどの維持が難しくなり、地域の存続自体も危うくなる恐れがあると指摘しています。公共交通を守るための対策としては、特例によるバス事業の共同経営や、
自家用車を使った有料輸送などの取り組みを紹介しました。午前様様、ラジオネーム熊市。はい。先ほど横山さんが2回目の実況で土の話ばかりをしてしまったという話を、車を運転しながら聞き笑ってしまいました。はい。隣の車に目をやると隣の車のおじさんも笑っていました。おお。多分土の話で笑っていたんだと思います。横山さん本当天才ですね。ですけど、まあこの話がすごい盛り上がったんですけども、まあすごい時間を食ってしまったということで川村からあの話いらなかったんじゃないですか詳しくはつってもうすごいダメ出しを。5分間ぐらい、はい、ちょっとオーバーしてたなっていうのは思います。はい、まあ、俺たち、話を含めて。すごい冷静に番組を進めてきましたけども、はい、10時台の映画音楽コーナーに入る前ですね、うんうん、山水が終わった時に、はい、ああ、事故ったなって思うぐらいの時間管理だったし、ね。はい。二人とも真っ青でしたね。真っ青でした。血の気ゼロぐらいの。ピスタチオ、もう表情がなかったです。うまさま、もううなだれてました、はい、もうああやっちゃったって感じだったですね。そうですね、うん、もう完全にそうでした。なんとか、はい、なんとかね、え、乗り切った。頼む、テロメそうめん、時間は伸ばさないで、テロメですね、テロメだけどとかって思いながら、しかもね、はい、プレゼントまでいただいてしまいました。本当にありがとうございます。皆様に助けられて、いや本当に言えたな、なんとかずっと CM のために、いや絶対横山さんのあの土の話いらなかったですよとか、あのスポーツアナウンサーのあのディスリーも入れなかったですよ、あそこが増えたからとかって絶対それはそうです、それはそうです。だからね、やっぱでもね、その無駄話っていうのがラジオの醍醐味なんですよ、うん、改めて思ったんですけど、原石平からね、はい、昨日立ち寄ったスーパーで桃の値段が少し下がっていて、あ、買えると思ったので、はい、2個買って帰り今年初の桃をいただきました。あら、木の枝にこんなにみずみずしく甘くて美味しい果物の実がなることに不思議だなぁという気持ちで桃をいただきましたけど、はい、私は桃を切るときにいつも中に人がいたらいけないからってゆっくり切りますかわいい、そして優しい。最初でもザッと時もあ脳天をやっちゃったって時がある可能性が。そんなこと言ったら、でも卵とか割る時も中からひよこが出てくるかもしれない。いや本当ですよ、桃を切る時に中に人がいたらいけないからってゆっくり切るんだ。そうですね、確かにね、バカでしょ、こういうのがラジオに必要なの。ロボットにはできない。まあ確かに、はい、そうですね、はい、このぐらいのね、はい、守備範囲は。だけどできるロボットがいますよっていうことで、今からババちゃんが紹介します。いきましょうか。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です、ババさん。はいはい、もうね、桃を切ったら汁が飛びますからね。あ、人じゃなくて、後片付けはロボットに任せてくださいよ。はい、はいはい、今日は、うん、川村彩奈御用達あの床拭きロボット、はい、ブラーバちゃんのご紹介でございます。本当にね、うちのブラーバくん優秀なんですよ。でしょ、うん、もう1週間に1回ぐらいは絶対稼働させます。うんうんうん、うん、でもこれでも大体ホコリとか髪の毛とか全部取ってくれてます、ね、はい、だから一通りこうお部屋の中お掃除終わってたら、ほらシートがもう真っ黒になってるでしょ。そうなんです、びっくりします、びっくりするぐらい取れるんですよ。そうです。しかもね、お掃除終わった後、うん、足の裏が喜ぶの、キュッキュッてなってる感じ、うん、あ、ね、あ、分かる分かる分かる。家を歩くのが嬉しいんですよ。そうなんですよ。いやだってね、この夏場のほらフローリングって、うん、足の裏がベタッベタッて皆さんなってらっしゃいません？あの自分の足跡が残ってる時あるよね。でしょ？もうなんでっていうぐらい残ってる時あるよね。そうですよ、あの人のね、油とか、うん、ほら皮脂とかがこうやってついてるわけですよ、はい、そうするとですね、それが床に残ると結局そこに雑菌が繁殖してるわけなんです。その雑菌が増えるとあのベタつきになってるわけなんですよね、はい、でもこのブラーバちゃんのスイッチをポチッと押していただいたら、うん、けなげにけなげにそのフローリングの床を掃除を終わらせてくれるわけなんです。はい、かわいいでしょ、動きが。もう、ね、ずっと見ていられます。動画撮ったことありますよ。いや、そうなんですよ。もうね、ブラーバ、ご購入されたお客様のなんと 95% が、これはすごいということで、うん、ご満足いただける、そんな商品なんです。これ、拭き掃除なの？拭き掃除専門です。そうです。拭き掃除。あのね、よく皆さん、アイロボット社が作っている、ルンバっていう掃除はね、うんはいはい、あの、あれは吸い取る掃除なんですけれども、うん、このブラーバは、拭き掃除専門です、うん、へ、ね、しかも市販のシートも使えるんですよね。そうなんですよ、
今回のやつはですね、これあの市販のいわゆるクイックルワイパー用のシートありますよね、うんうんうん、あれをポチッパチッとつけていただいたら、うん、そのままウェットタイプでもドライタイプでも使っていただくことができちゃいます。そうなんですよ。だからそのモードもですね2通りありまして、うん、ドライモードっていうのはいわゆる空拭きですね、はい、これはよりスピーディーにさーっとお掃除をするんですけど、可愛いのはウェットモード、うん、これがね右に後ろ左行って後ろ右行って後ろ左行って後ろクイッ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 ク この動きがね、あれ川村さんどんなんだっけ。いや私ね、あのねウェットモードまだ使ったことないんですよ、うん、嘘使ったことないの。はい、だから使い方がちょっといまいちまだ分かってなくて。ちょっとほら川村待って買ってないじゃん。買った、本当に買った。川村ちゃん、あれシャワーヘッドみたいに言わないでください。なんでシャワーヘッドも買ったし、このブラーバも持ってる。あなたはまだブラーバちゃんの可愛らしさ10分の1しか分かってない。そうなんですか。床拭きロボットに床を拭かせてないみたいな。ドライモードでしかまだ拭いてもらってない。もうね、あやな、もう何やってるのあなた。これね、説明書も読みます。ブラーバの、はい、ね、本当の可愛らしさはウェットモードなんですよ、はい、そうなんですか。どんな感じで動くんだったっけ。右後ろ左後ろ右後ろ左後ろクイ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 、これね行って下がって行って下がってを繰り返してくれるんです。あ、だからほら人がね床をお掃除するときって腰を曲げて、はい、よしよし右左右左こう拭くじゃないですか。あれと同じような動きをロボットで再現してくれるわけなんですよ。あ、でウェットだからこれあのシートが乾かないようにお水を中にねちょっとだけ入れていただくんですけど、だから常にシートを濡らした状態で床拭きをずっとやってくれるわけなんです。乾くから自分で水を、そう補給しながら浸らせるんだ。そうなんですよ。ひー、めっちゃ賢いでしょ。賢い、はい、そうなんですよ。ちょっとあやな、使いなさいよ。ブラーバよりも使えない温度。いやでも確かにそれはそうか、うちの家の主はブラーバかもしれません。もう本当にね。そうですね、もう改めてちょっと使いこなしたいです。ちょっと取扱説明書もう一回読みなさいよ。そうですね、ドライモードとウェットモードがあります。そう、ウェットモードやりたい。そう、ドライはいわゆる空拭きタイプね、うんうん、はい、薄のシートで使いますし、はい、ウェットモードは本当にねあの足の裏が喜ぶぐらいのサラサラな状態にしてくれる。俺ルンバと気持ちいい、ブラーバを同時に動かして戦わせたい。戦わせたらダメ。戦わせたらダメですよ。どういう風にお互いが避けていくのかを見たい。あのね、このブラーバちゃんはですね、はい、実は付属品であのキューブナビゲーションといってね、うん、あのいわゆるコントロールタワーがついてくるんですよ。はいはいはい、ありますあります。でこれをテーブルの上とか机の上にポンと置いといたら、 そう、そこを基準にお部屋の形を把握します、うん、あ、なるほどなるほど。一番効率のいい動き方はどうなのかなというのをちゃんと計算しながらお掃除をするんですよ、はい、だから短時間で拭き掃除が終わるんです。めっちゃ賢いですよね。そうなんですよ。だからね、本当にロボット今ここまで進化してるのかというのをね。あとこれ形四角なんだね。そうなんです。これはですね、お重箱みたいな四角い形をしてます、うん、これが一番拭き掃除に適した形っていうことなんですね。そうなんです。しかも何が嬉しいかって音が静かなんですよ。そうなんです。こう夜動かしても大丈夫でしょ。大丈夫です、ね、ウィーンぐらいです。そうそうそう、うん、あの若干ですね、ルンバちゃんの方は昼間じゃないとね、夜だと、はいはいはい、あの時々壁にガッチャンガッチャン当たるんで、うん、こうルンバだったらマンションにお住まいの方も夜でも使えるロボット掃除機です、うん、静かです、本当に静か。拭き掃除なのに音しないの。音しないんですよ。よいしょ、ほんと静かに。よいしょ、しない、うん、しないよ、うん、とか言わないの。しないしないしない、全然しないです。へ、びっくりするぐらい静かに動いてくれるんです。これがね、ほんとすごいんですよ、うん、で今回はより進化してますので、はい、あの充電台もですね、たった2時間で充電できるものをお付けしております、はい、急速充電タイプだから、より進化したブラーバなんで、お値段もその分本当は高いんですよ、はい、これいくらで通常ご紹介してるかというと42,800円、うん、これぐらいするんですけど、はい、さあ期間限定8月21日までここから13,000円引きしております。お、今だったらなんとなんと29,800円なんです。あ、これは、うん、きっと相当安いね。安いです。これブラーバがついに3万を切ったっていうのはもう市場を揺るがすぐらいの価格ですよ。これ言ったよね、ルンバを買おうと思って、うんうんうん、ジャパネットが出してきた値段が本当に安いのか確認しようと思って、うん、違う家電量販店に行った時に、はいはい、あまりの値段の違いにびっくりした。お店に行ったら高いですからね。手が出なかったんだよね。そうなんです、うん、しかも今回ここにですね、あのお掃除専用のシートですね、はい、クイックルワイパーのストロングタイプ、
厚手のタイプです。これをなんと5袋セットでお付けします。羨ましい。これも普通に買ったら高いんですよ、はい、ね、これつけてお値段そのままの 29,800円だからほんと安いですからね、うん、だからあの現金一括じゃなくても分割も15回払い月々2000円コースで憧れのブラーバお手にしていただくことができますので、はい、ぜひぜひお早めに0120-441-555番441-555番でお待ちしております。ババちゃんもう6月も終わろうかという週末ですけど、うん、どんな週末を過ごされるんですか？この週末はねまたちょっと動画作らなきゃいけないのが溜まってて、うん、動画を2本まとめて作ります。俺さ思ったんだけど、うん、韓流ドラマはどうなったの？韓流ドラマ見てますよ。見てんの？今ハマってるのは、うん、あのアマゾンプライムの方でやってるんですけど、はいはい、ハッシュっていうのがあの新聞記者の物語なんですけど面白いですよ。それからねスパイっていうのがありますから。あ、スパイは気になってる。スパイは超面白いですよ。見てください、どっちも面白い。じゃあ見てんだ。ちゃんと見てます。最近言わないから見てますよ。なと思った。見てますよ。もうスパイはねたったの2日間で全16話見ましたから。わ、じゃあ俺の昨日の全裸監督8話でしょ。そうそうそう、それぐらいの勢いです。このユージ2人は本当熱量がすごい。そうか、じゃあまた、はい、面白いドラマとか見つけたら教えてて。わかりました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は2回目の話でお送りしています、うん、中央林間さんです、はい、昨日駅のエスカレーターに乗っていると目の前を大きな虫が横切り、うん、エスカレーターのベルトのところに止まりました、はい、よく見るとカミキリムシでとてもびっくりしました、はい、実は3日前にも別の駅でもエスカレーターのベルトに止まっているカミキリムシを見たばかりでした、うん、まさか今週2回しかも2回ともエスカレーターに乗るカミキリムシ。子供の頃クワ畑に行ってたくさんのカミキリムシを捕まえて遊んでいましたが、はい、最近は害虫扱いになりすっかり見ることは少なくなっていました、うん、偶然とはいえ懐かしい気持ちと驚きの相まったそんな瞬間でした。なんかこの番組のリスナーさんは虫見たら伝えたがるよね。あれ見ました、これ見ました。虫系ムカデとかね。ムカデがどうですよとかさ。確かにそうですね、ね、カブトムシ、カミキリムシは、はい、本当に鳴き声がダメだった。ああ。捕まえたらキャ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 とかって言うとものすごい鳴くの。そうなんですか。うん、か怖かった。いや、もうだって名前が怖いですもん、ね、怖いよね、うん、噛み切るわけですもんね、はいはいはい、怖い怖い。髪の毛を切ってくれるんだっていいけどね。それはねすごい美容師さんでもね、うんうん、噛み切り虫っていうぐらいですからすごい熱中してね、そうそう、2000円ぐらい払ったらすごい腕利きのやつがいたりとかしてくれるんだったらいいよね。そうですね、まるまるの虫っていうぐらいですか。あの公園に行ったら噛み切り虫がいるぜ、2000円で切ってくれるぜみたいな感じの。そうです、ね、移動美容師みたいな。うん、そうですね、うん、髪を切るに関してはカミキリムシぐらいの人に、そのぐらいね。どうでもいいけどあれだったよね、そのさっきニュース読んだうちの新人の女の子、はいはい、唐沢ちゃん、うんうん、公正堂々卿って言ってたよね。公正堂々卿って。いやいや、そんなことないです、一生懸命読んでましたよ。あれ髪切ったよね、ちょっと。いや確実に髪切れてはなかった。髪切れてなかった。あ、そう、うまくごまかしたと思います。公正堂々とかって言って、それも大事。多少のことじゃね、心を乱されない。大島ブラザーズバンドみたいな。それが一番大事みたいな言い方。ごまかすこと、それも大事。おー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 おお。ちょっとやそっとじゃ心が折れない。言い直さない。それが大事。多少のことは言い直さない。アナウンサーにも必要な能力です。続いて、はい、小錦と同級生さんです。ほう。初めての知らない道をカーナビ頼りに進んでいくと。目的地までとても遠くに感じるのに、帰り道に同じルートを通るときは距離が短く感じます、うん、同じ距離のはずなのに1回目と2回目距離感が変わるなぁとたびたび思います、うん、あれはなんかあのカーナビがっていうことじゃない気がするよね、うん、小学校の時のマラソン大会とかもそうだったよね。
行きはすごい遠い気がしてたけど、距離感つかめてからの帰りはそんなでもない気がしてたよね。遠足とかでもそうでした、うんうんうん、帰りすごいなんか、ね、短く感じて、感じた、なんかあっという間に遠足終わっちゃったわって、うんうん、よく思ってました。あとあれだよね、その高速道路降りた後のスピード、はい、のあの感覚の狂い、待って待って、これ40キロで走ってますけどもう止まってますよ、だからもうある意味ドアとか開けてトトトトトってハンドル持ったままトトトトトって言っても全然俺できますぐらいの気持ちにね、気持ちになるよね。でもね、あ、こういう時に危ないなって思いますよね、うんうん、改めてなんか、あ、気をつけないとって思う。いや、広島空港に行く時にさ、本郷で降りるじゃない、はい、で本郷で降りて、で空港の駐車場もうすぐっていう時に、はい、意外とあの警察が張ってたりとかするのね。だいや、ここは錯覚してるからダメだよって本当に思ってる。なんかね、難しいわ、脳みそがバカになってる状態、だから難しいわ、うん、ここ、とかって思う。そうですね、うん、錯覚ですよね、錯覚、錯覚、それもあると思います、ね、うん、ミスターミスターさんです、はい、2回目の話ですが、暗証番号を3回間違えてしまうと使えなくなる銀行のキャッシュカードですが、うん、うっかり1回目を間違えた後の2回目は同じ番号をもう一度押すのか、別に思い当たる番号を押してみるのか、はたまた操作をやめて出直すのか、はい、後ろに並んでいる方々の視線も気になりながら判断を迫られます、うん、もし2回目も間違えてしまうとラストチャンスになる3回目の結果が3度目の正直になればいいのですが、うん、2度あることは3度あるになると銀行の窓口へ出向いて面倒な手続きを強いられ最悪の結果になってしまいます、はい、最近は様々な ID やパスワードを管理する必要があって、キャッシュカードの暗証番号は数字4桁とは言っても自分の生年月日などの推測しやすい番号は登録できないことになっているので、うん、誰も知らない、忘れちゃいけないという番号にするのは案外難しいものですよね。そんな長い文章が必要だったかとは思うんですよね。まあでもよくわかりますよ私。うん、わかりますけど、まあ銀行のはそんなことないなと思いますね。まあ銀、そうですね、うん、銀行に関しては。なんかパソコン、なんかちょっとオーバーに言ってんじゃないかなみたいな気がします。パソコンの、ね、ID とかは、あ、確かにちょっと、あ、これどれだったっけなと思うけど、うん、銀行の、まあそうって言われると、うんうんうん、銀行のだけはちゃんと覚えといた方がいいんじゃないですか、そんな、なんかの、試さなくてもって、ちょっと思ったんですね。うん、あと、まあまあまあ、文章がちょっともたもたしてるのかな、みたいな、うん、僕の作文、私の作文みたいにちょっとコンパクトにまとめてもらったら。あ、そうですね。今日の女の子すごい良かった。北小学校すごい良かったから。そうですね、うん、そうです。アミちゃんね。はいはいはい、うん、確かに確かに。こういったことでよろしいでしょうか。ただのダメ出しで終わりましたけど、俺のパスワード間違ってました今。いえいえ、あ、まあ、まあまあまあ、いろんなパスワードが、そうですよ、大丈夫ですよ、あると思います、はいはい、入り口はね、はい、幅広く、これ以上間違うと出演できないかもしれないのでやり方間違うとね。あとは、はい、初メールという方、はい、いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます、聞くだけリスナーだったのですが自分を変えたくて初めてメールをします。お、2回目の話ですが、先日2年間付き合っていた彼女に振られてしまいました。はい、一方的な振られ方でしたが、こんなひどい振られ方は人生で2度目でした。これから2人で幸せになろうと夢見ていたのにとてもショックでした。うん、今もまだ引きずっています、うん、こういうことは2度目でも免疫はできないのですね。しっかりこれを超えてでっかい男になりたいと思います、はい、ちなみに私は49歳バツイチで最初にひどい振られ方をしたというのが元嫁さんだったのですっていうことで、2年間というのはね、長いですね。確かに一番結婚を、ね、うん、意識する時期かもしれませんね。俺はさ、2年は短い気がする、ね、ああ、うん、そうですか。そうなのよ。うーん、でも今の若い人たちの感覚で言うと2年間ってすごいねって感じじゃん。そうですね、2年ぐらいが結構多い気がします。俺2年ぐらいはもう付き合ったうち入んないっていうぐらいの気持ちがある。へー、うん、確かに変わってるかもしれないですね。うん、変わった。だって、うん、前の彼氏がすごいなんかいろんなこと言って、あの束縛がすごいから別れたんですよとか、うん、どのくらい付き合ったの、2週間、2週間そんな束縛されたのってほぼ軟禁なんじゃないそれみたいなことがあったりとかさそれ彼氏って言っていいのそうだ、分かんないじゃんそういうのね。そうですよ、ね、もうなんかそこまでワンナイトラブだったんじゃないのみたいな感じがするけど、はい、
だからそういうの聞いてるから1年とか2年とか言っても長いんだろうなと思うけど、俺らの世代、はい、50代後半とかね、真ん中とかの昭和40年代の人間からすると、はい、1年2年付き合ってから、あ、やっと付き合ったって言えるよねぐらいの気はするよね。あ、そうですね、うん、いやでも4年とかだったりすると長いね。4年は長いと思うね。3年でも早いと思います。あ、ちょうど1年は本当何にも分かんなかったでしょと思う。でもすごいですよね、やっぱタイミングだったりとか、うん、踏み切るその決断だったりとかっていうのが確かにすごいなと思います。いやでも2年は確かに結婚をやっぱ意識すると思う、ね、まあ、ただ、はい、そのひどい振られ方をしたっていうことが 100% 向こうのせいではないってことだからね。それはね、はい、そうですね、本当そう思いますよ、はい、お互いになんかいろいろ思うところがあったんでしょうっていうことと、はい、あとはものすごい辛い振られ方をした時に自分がこういうふうに思うことをしてますっていうのは、例えば俺が川村と付き合ってます、はい、で川村が俺を振りましたってなった時、俺はでも川村に何とかまたよりを戻したいんだけどとか、もう戻れないのかなとかって一生懸命言うじゃん。でも無理ですって切るじゃない、はい、だから川村は自分のことをものすごくサポートしてくれる、応援してくれる人を切った、はい、だから損失がむちゃくちゃでかい、うん、だけど俺は自分のことをスパッと切るような人間を、はい、ただ自分の目の前からなくしただけだから視界が良好になったの、うん、だから振った人間の方が損失はでかいって思うことにして泣く。やっぱ涙出ますよね。そう思いながら泣く。はい、わかります、うん、私もなんか時間が解決してくれるって信じながら泣くとか、あとなんか忘れさせてくれる人が必ず現れるって、うん、もう信じながら泣くっていう感じね。いつか白馬に乗った王子様がやってくるって信じてたら、え、白馬で酔ったおじい様が来るみたいな、似て非なるものみたいな感じが来るんだよね。ですね、うん、まあね、出会いは様々ですから、ね、今後素敵な出会いがあることを願っています、うん、はい、さ来、今週はですね、はいはい、2回目の話で様々お送りしてきました、うん、それでは来週のテーマを発表します、はい、来週のテーマは骨の話でお送りしていこうと思っています。お、自分の骨、動物の骨、魚の骨などなど骨にまつわるお話を教えてください、うん、例えばですが、私これ結構わかるんですけど、はいはい、魚や肉は骨の周りが一番美味しいんだよとよく言いますが、うん、とはいえやっぱり肉厚な部分が美味しいなと思います。俺あの、はい、ホッケを真ん中から取るやつが許せないですね。あの一番胴が分厚いところをドンって取るやつ、ええ、あと、はい、もうあのさ、魚はさ目玉の裏がうまいからっていうやつ、いや俺気持ち悪いから嫌だってと思うのに、いやそこ食べんのはもう通じゃないわって、いや気持ち悪いのゼリー状でって思うけど、あれをすごい勧めるやつ、はい、はい、いますよね、いや違うんです、私も結局やっぱホッケと皮も真ん中が一番美味しいと思うし、で脂の乗った肉厚のふわふわのところが美味しい、あと俺も絶対この時期許せないのはスイカの一番背の高いとこ取るやつ。端っこから行けよって、なんで真ん中スッて抜いたわ、チェンガみたいにスッて抜いたわと思って。いいじゃないですか。あとね、ケーキとか、はい、ホールケーキとかを分けた時に、うん、なんとなく自分の中でこれが一番大きいけど、まあまあまあ遠慮してちっちゃめに見えるやつを取ろうと思ってるのに、もう普通に平然と一番大きいやつこれって思っていくとか。そう。あとステーキね、あ、みんなちょっと、うん、ほらちょっと冷めないうちから取ってて、はい、取って、で真ん中俺、うん、で取ってお前その一番でっかいとこ、一番いいとこお前持ってったらっ、なかなかいないですけど、ね、取ってて、いや端っこはまあまあ脂身なんだから、そうだから何につけてもこう切り分ける人とか、うん、取り分ける人って結構損だなと、あ、そうだ、ね、気使いますもんね、うん、使うね、はい、などなど、来週は骨の話で御前様会議をお送りしていきますので、皆さんからお便りお待ちしています。映画音楽コーナー、映画好きの皆さん大変長らくお待たせしました。今週も横山裕二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。今週は香港の伝説的アクションスターブルース・リーのハリウッド新作品で世界中にカンフーブームを巻き起こした傑作アクション、1973年公開のアメリカ、そして香港合作映画燃えよドラゴン。
で、もう50年になるとこなんですよ。はい、でこの模様ドラゴンを見るでしょ。でもう多分ね3回4回5回6回見てるはずなの。なんでこれがこんなに50年後とかにも語り継がれるような、そのオールタイムベストとかに入ってくれる作品なのか分かんないけど、ある意味だからブルース・リーっていう人のアイドル映画なんだよね。あもうハリウッドの人たち、アメリカの人たちがそのいわゆるアジアの作品とかを舐めてる状況の時に、なんか分かんねえすげえやついんだけどっていう、でむっちゃおもろいんだけどっていうことなんだよね、はい、と思って。いやでもとにかく無駄なお肉が一切ない。お肉がない無駄なお肉がない、ブヨンとしたお肉がもうゼロっていうような、もう本当血管が浮き出るのも分かるぐらいの筋肉美で、はい、うんうん、もうアクションシーンが軽いですよね、はいはい、重力なんか感じさせないような、うんうん、すごいなと思いましたね。いやでもきっとそのアメリカの映画ってさ、その役者さんが重量感があるみたいな感じもあって、はい、でそのフットワークがいいっていうか軽やかな俳優さんってのは若手の俳優さんだったりするけど、そのブルース・リーみたいな俳優さんいないんだよね、でブルース・リーってその舞踏家でもあったりとか本当にするので、はい、だからいわゆるその盾は自分で全部やるし、うん、でアメリカ映画とかだとその動きが早いところはスタントマンがやったりとかしてたりもしたし、でそういうのを考えた時に、いやとんでもない人材だから、ジャッキー・チェン出てきた時もその感じがあるんだよね、うん、なんかアメリカにもいろんなスターがいるけどこの手のスターはいないっていう、だからちょっと隙間にサーって入ってきた、うん、で有名になった時にもう死んでたっていうのが、うん、やっぱブルース・リーをその伝説にしたよなと思って、でこれブルース・リー命日が7月の20日1973年なんですけど、はい、これ香港でこの作品が公開された時が1973年の7月26日なので、公開される1週間前にはもう亡くなってるんですよ、はい、で日本は1973年の12月に公開されてるので、もう日本で模様ドラゴンが大ヒットしてる時にはもうブルース・リーはこの世にいないんですよね。もしねご存命だったならば、うん、はい、どんな作品をこの後生み出していたんだろうかとね、いろいろ考えてしまいますね。ね、でも本当いろんな映画人に影響を与え続けた方だし、はい、でやっぱアジアの映画を世界に知らしめてくれた、まあ、これは「モヤドラゴン」はアメリカと香港の合作映画ってするけど、その今さネットフリックスに出ていらっしゃる方々が口を揃えておっしゃるのは、今まで、まあ、山田孝之さんとかもおっしゃってたんだけど、はい、そのハリウッドで仕事したい。だから世界の共通言語として映画をなんか職場にしようと思った時、映画をしなきゃいけないってなる、はい、うん、そうすると今までのスキルが全く生きない、だから英語が下手な人っていうことになっちゃう、はい、でも日本では実力派と言われている、うん、ってことはもうアメリカに行った瞬間に全くゼロからのスタートで英語が喋れるってことが上手い俳優さんみたいになるんじゃないのつってて、でそれ違うじゃんってなった時に、そのネットフリックスっていう世界同時配信のものができて、でそこの母国語の字幕スーパーが出て、はい、今日本のレベルはこうですよっていうのを世界が一瞬にして見るっていう、だから待っててよかった、だから英語でアメリカに向かっていかなくてももうアメリカの人間がアジアの作品を見てる、はい、で今ネットフリックスでもう韓国の作品とか、そうですね、もうとんでもない人気になってる、同じことですもんね、はい、だときやっぱブルース・リーっていう人たちが、はい、まあ、ジャッキー・チェンもそうだけど、うん、アジアってすごいっていうのを、あとは日本だったら千葉真一さん、サニー千葉はすごいっていうのがあったんだよね、はい、だから大スター、もうアイドル映画だったよ、はい、でも世界観もすごくしっかりされてましたし、はい、それぞれのキャラクターもなんか立ってて、うん、で感情移入もしやすくて、はい、は入り込みました。だって単純な映画だもんね結構戦ってますよねずっとすっごい単純な映画だよね、うん、でこの尺持つって聞きたくなるぐらいの特に最後とか、ねね、あの鏡の部屋とかも、うんうん、でもものすごいドキドキしながらクーって言いました、ね、こんだけカメラがあったら、鏡があったらカメラがどっか映るんじゃないのみたいなドキドキ感もあるし確かにそうですね、多分ものすごい慎重に動くのはカメラが映り込まないためなんだよね、きっとね。なるほど、撮影技術もすごいですね。すごいの、うん、ということで、はい、今週は、ブルース・リー、なんと映画音楽コーナー初めて、いやーそれも意外でしたね。そうだね、はい、ということで、まあ映画ということで言うと明日
6月26日土曜日は、はい、横山名画劇場横劇第32弾ということで、作品は望月六郎監督の1999年公開の水月ですけど、はい、エロいです。ですね、エロいです。本当そうですね、うん。上映時間が夕方の6時半からで、場所は福山駅前シネマモードということなので、みんなで一緒に水月を見て、うん、で俺のトークショーがあって、で懇親会がありますよということなので、ぜひ明日は福山で、あのスクリーンで映画を見に皆さんも足を運んでいただければと思います。ということで今週映画音楽コーナーは1973年公開のブルース・リー主演の燃えよドラゴンのご紹介でした。いやー、映画って本当にいいもんですね。さてさて、この時間は午前様クイズ当選者発表ということですけど、今日は私からクイズ、はい、スポーツアナウンサーとして実況2回目だった1年目ですけども、先輩に実況したらすごいいろいろ言われました。なんて言われたか、お前は土の話ばっかりするピッチャーがプレートの周りの土をとか、影になった部分は濃い土色、そうでないところはライトな土色になってます、もう土の話ばっかり、園芸番組みたいな言われた。そうです、ニヤッとしちゃいますね。では富士山自慢イカスガタフライゴールド6枚入りゼップクロ、今日はラジオネームチョッキーハウスさん、クレマでトラックさん、オラオラウータンさん、3人の方にプレゼントします。はい、ということで、今週もいよいよ週末を迎えますけども、はい、来週になると、うん、RCC ラジオはスペシャルウィークということで、はい、各番組がいろんな趣旨を凝らして趣向を凝らして皆さんにプレゼントをドドンとすることになってますんで、はい、カメラ間違いないですよね、この企画はね。間違いないです、はい、もう燃えますよ、うんうん、チップスリーグ。そうですね、はい、ちょっとルールは万が一企画だらだったらごめんなさい盛り上がりましょう、また来週、サルマちゃん。